さあついにこの日がやってまいりました。豆腐プロレスザ・リアル2018 WIP クイーンダム in 愛知県体感、試合開始までのこの30分間、実況私田畑雄一と、そして、解説にはミラノコレクション AT さん、そしてさらにゲストに、試合直前のですねストロベリー向井選手をお迎えして、本日の見どころなどを紹介してまいります。ミラノさん、向井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、早速なんですけれども、お隣の向井選手がですね、はい、前回の後楽園とまた、変わってまた元のストロベリーさんにお戻りになったと。はい、ストロベリー向井として頑張ります。はい、まだその辺のですね詳しい話は後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、さあ、それではですね、まずここまで、様々な物語を経て、今日の大会を迎えたわけなんですけれども、ここまでの経緯をですね、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、まずはそこから振り返ってみたいと思います。まずですねミラノさんにこの WIP というこの団体ですね、はい、どういうものかというのを説明していただけますでしょうか。そうですね、はい、WIP というのは、はい、ワールドアイドルプロレスリングの略でございますね、はい、WIP で、まあ、ドラマ豆腐プロレスというものが、テレビ朝日さんで半年間にわたって、はい、AKB48 グループさんがプロレスをするというような物語で、半年間やってですね、はい、でその流れから来てますね。はい、まあ今大会がですね2度目 の, その、まあ、リアルのプロレスの舞台ということになるわけですけれども、実際にそのドラマの中の流れを組んだ選手たちが、まあ、最初の、去年の8月29日プロレスリニューターの 8.29 後楽園大会、はい、出てたわけですが、はい、まあ、その時にですね、まあ、向井さんも、ストロベリー向井あるいはブラックベリー向井という、まあ、ドラマの中の流れを組んでの、はい、まあ、役名がついてたわけですよね。はい、そうです。はい、まあ、その他にもミラノさん、はい、まあ、例えばですね、松井ジュリナさんはハリウッドジュリナ選手ですね、ですね、はい、はい、まあ、そしてまあドラマの中、そして後楽園大会でも、まあ、ライバルとして戦っていた、宮脇咲良さんもチェリー宮脇とか、はい、はい、各々のこうリングネームと呼ばれる、はい、はい、だいたいこう頭にカタカナでついてとか、うん、はい、そういう感じの、トップラス名字とか、はい、名前とか、はい、そういうのがついてますね。はい、まあ、そしてですねそのドラマを飛び出して去年の8月29日ですね、WIP クライマックス後楽園ホール大会ということで、ドラマを飛び出してまさにリアルなプロレスがリングの上で展開されました。もうあの時は大丈夫なのかなというようなのと、また楽しみなのだな、だなということでですね、いろんな思いが交錯した、まあ、イベントだったと思うんですけど、皆さん振り返っていかがですか。うん、いやそうですね、本当にこう、ね、練習とかでしっかりやってても本番何が起こるかわからないっていうのは本当に怖くて、でも、まあ、やれることは受け身とか基本本当に反復してやってきましたから、その中でこう、まあ、大丈夫だろうっていう自分の判断と、あと周りの考えとかいろいろそういうのでやったりとかしてましたね。であと本当に感じたのが、もう AKB48 グループさんのこう本番の強さって言いますかね、はいはい、それをすごい感じてですね、そうですよね、素晴らしかったですね。はい、まあ、後楽園ですね、メインイベントは WIP タッグ選手権王座決定戦ということで、はい、カードとしてはハリウッドジュリニア道頓堀白間組、まあ、パワーストーンズですね対、はい、まあ、チェリー宮脇ロングスピーチ横山組という錦糸町道場の、まあ、エース2人の戦いということだったんですが、まあ、試合は白金の2人が勝ちましたけれども、その後ですね、ダース・ベイダーズが乱入してくるというとんでもない結末になりましたよね。そうですね、まさかのバッドエンドっていうんですかね、はい、もうジュリナ選手の愛してますで終わったのかなと思いきや、一波乱あってですね、はい、ちょっとざわついたんですけどね、ネット界隈が、ね、はい、まあ、結局その戦いが、まあ、その今回の愛知県大会までつながってくるというような流れになっているんですけども、まあ、もう一つ注目すべき試合としては、セミファイナルで、インターナショナルスペシャルタッグマッチということで、ユンボ島田、クイウチ松村、工事現場同盟と、はい、まあ、外国人レスラーですね、デビーコングシェリー山中という、あの試合が見事な試合が展開されましたよね。そうですね、もう今は亡きと言ったら語弊ですけども、はい、某ユンボさんですね、はい、はい、がまあ素晴らしい戦いと、クリスさんも素晴らしかったので、はい、でまあ、ここにいる人と別人なのか分からないですけども、
ブラックなんとか、はい、向井なんとかっていう選手がなんとかなんとか、はい、あの工事現場で使う石灰なのか、はい、なんかそういうのを投げてましたね、もうなんか ね、アシストしてた方もいらっしゃいましたけども、うん、現在その、ユンボ島田さんはアメリカの団体の WWG に、ね殴り込みをかけたということで、まあ、工事現場同盟の現在のリーダーは空一松村さんが務めているということなんですが、まあ、今お話に出てきました、現在ストロベリー向井さん、かつてはブラックベリー向井さん、はい、はい、まああのね、それぞれこう道場を行きしたりというようなですね、いろんなこの経緯を経てまた今回、ストロベリーに戻ったわけなんですけれども、はい、これちょっと向井さんの口から説明していただけますか。そうですね、はい、やっぱり前回の大会が終わった後に、チェリー宮脇さくらがこういなくなってしまって、はい、錦糸町道場がピンチだと横山さんが困ってるという噂を聞いたので、はい、まあ、私はそもそも強くなるために工事現場同盟に入れさせてもらってたので、ここで錦糸町道場に戻って横山さんのためにも頑張ろうかなと、戻ってやってもいいかなと、そろそろね、思って、やってもいいかな、戻ってきました。あ、はい、そうです。あ、なるほどね、はい、あのちょくちょく黒い部分がまだあの染み出たりするわけですか。そんなことない、全然全然普通です、はい、いつも通りです。あの純粋なストロベリー、はい、もうピチピチのストロベリー向井一です。ブラックの方はあんまり出てこないですか。あ、もう全然全然もう出てこない、はい、忘れちゃいました。あ、そうですか、はい、でもその分強くはなっているので、もう前回よりもさらに最高で最強のストロベリー向井一を見せられるんじゃないかなと思ってます。あのヒールとベビー、まあ、あのミラノさん、まあ、プロレス用語で言うとですね、はい、いわゆるこう善玉悪玉で言うと善玉がベビーと。そうですね、はい、で悪いもんがヒールということを経験、はい、でヒールの方を経験したんですよね。そうなんですよね、向井さんは、はい、で今日試合前にもこうやって来ていただけるということは相当余裕を感じているんですよね、僕は。おう、そうですね、はい、まあ、前回バトルロイヤルに出させてもらって、そうなんですよ、優勝しましたので、はい、はい、もう自分はもう自信を持って強くなったと言ってもいいんじゃないかなと思います。ただ自信を深めているのは向井さんだけじゃないと、ミラノさん、この半年間でいろんな選手がまたさらにねトレーニングを積んで腕上げてますよね。はい、新しいメンバーが今回ね、半年また6選手ぐらい入ってますからね、はい、楽しみにしてほしいですね、はい、やっぱり前回に比べてこの半年間選手たちに、まあ、もちろんあのミラノさんも、まあ、トレーニングをあの見ているという立場上、はい、さらに上の、まあ、レベルを求めてきたと思うんですけども、どんな練習してきたんですか。ですね、まず最初に、期間的にですね、はい、あまりこうなんて言うんでしょう、長い期間の練習期間が、取れない状況だったんですね、はい、前の後楽園の時にはそれに向けてもう何ヶ月も練習できるように前から準備してたんですけども、今回は、急遽ですね、この短期間な感じの中で上がる選手とかがいてですね、はい、これもう選ぶしかないと、元々の才能を、うん、はい、それでわざわざこう名古屋に来てオーディションをしたりとか、はい、はい、そういうのを繰り返して、うん、で、まあ、あのもっとすごい方とかいい方とか いらっしゃったんですけども、まあ、こう東京まで練習に来るとかそういうスケジュールの問題とかで、なんとかこう3名に、4名か4名に絞って名古屋の方が新規参戦と、はい、で東京というか関東の方 AKB さんの方では2名参戦と、うん、そういうことになったので、本当になんて言うんでしょう、基本をまず繰り返したんですけども、スピードが速かったですね、進むスピードが、はい、最初の 8.29 の時には、まあ、ドラマの流れから来る選手が多かったんですけれども、はい、まあ、その時にも、ドラマからあとしばらく時間があって自分もあのリングに立ちたいということで自ら手を挙げてきた選手というのがたくさんいたんですよね。いや本当にあのメンバーさんの方でたくさんいらっしゃって、はい、でその中でいろいろ全員がこう練習するわけにはやっぱりいかないんですよ ね、うん、こうね怒られるかもしれないですけど、だって練習するのにこう例えば HKT さんですか、はい、とか NMB さんとかですか、うん、関東に行くとなるとやっぱ交通費がかかるじゃないですか、はい、はい、でそういういろんな部分があってですね、うん、こうちょっと厳選しようと、うん、はい、本当にこう今回来れる方を厳選した上での人選だったので、はい、まあ、期待してもらっていいんじゃないかと思いますね。そうですね、まあ、特に今お話ありました今回その、まあ、愛知県名古屋での大会ということで、はい、期待の、ね、名古屋を拠点にしているメンバーの参加というのが、まあ、いきなり、ね、あのオープニングマッチでも
登場するんですよね。そうですね、はい、いますね。だから本当にこうなんて言うんでしょう、皆さんの、名古屋を本拠地にするグループさん、 SKE さんのなんか、はい、ファンの方の声援がすごいって僕は聞いたので、はい、これは本当に皆さんに期待したくてですね、はい、大盛り上がりしていただきたいと思います、はい、これ今あの、ね、オープニングでどういうふうに見守っていたらいいのかなという感じで、まあ、今のところ静かに見ていただいている感じなんですが、はい、これもあの、ね、今の段階からいろいろとリアクションしていただいても大丈夫ですよね。まあそうですね、ちょっと寂しいですからね。よろしくお願いします。大丈夫ですね、はい、もうこれからですね、あのまた、今日のカードなどもこれから発表していきますので、ぜひ、皆さんですね、いわゆるその皆さんの言葉でいう推し面ですね、登場の際にはですね、大きな声で声援を送っていただきたいと思います。さあ、それでは本日の対戦カードを見ていきたいと思います。まずはファーストバトルですね、青コーナーから登場してきます、シャチホコ連合、剣道松本、バブリー新井、マッチ音羽対、白金、ま、8度目の復活を果たしましたバード高柳と、そしてバトンカトミナ、トルネード竜巻、ファーストバトルです。そしてセカンドバトルがですね、グイグイ中西、ミラクル静香というですね、ダース・ベイダーズのこの2人に対して、また新人です、エブリバディナオとマイケル下口、このフレッシュな戦いも注目です。さらにサードバトルになりますが、マッドドッグ宮崎、おったまげま、カツオ広瀬、左上せいちゃん VS、 ここでね、向井さん登場します、はい、ストロベリー向井地、サックス古畑、マックス中井、プロフェッサー滝田ということで、錦糸町軍団が、対戦するという8人タッグマッチになります。さあ、そして、フォースバトルですね、ここはですね、新しく、ベルトが新設されました、WIP インターコンチネンタルという新しいベルトの王者決定戦に向けた、トーナメントの1回戦が2試合行われます、シングル2試合です、ディーバ小田入とジャンボ佐藤というですね、これはミラノさん、もうシングルでも期待の2人ですよね。そうですね、今回この新しいベルトを奪う合うということで、はい、4人参加のトーナメントですね、はい、矢崎さんから厳選されたこの4名の、トーナメントが行われるんですけども、その中でもまあ面白い対戦がすごい組まれてるなと思いますね、はい、そして、もう一つの1回戦がですね、フィフスバトルということで、コマネチ、ユモトナイ、ヤバクネ、谷口という、またここもアクロバチックな戦い、楽しみですね。そうですね、湯本選手がすごいですからね、はいはい、そして、セミファイナルになりますシックスバトルはですね、6人タッグマッチです。ここで、工事現場同盟、新生工事現場ですね、クイチ松村、ボイス山田にアンチスリップマキコというですね、新戦力加わりました。迎え撃つはロングスピーチ横山、モーモー川本、さらに特別参加のグレゴリオアンナという、このセミも楽しみですね。そうですね、まあ、初めてあのマキコさんですか、お会いした時に、もうな元ヤンにしか見えなくてですね、で、まあ、でもそんなことはないと本人は言うんですけど、はい、僕はまあ元ヤンだと思って接してきました、ね、元ヤン、はい、元ヤンですね、どんな厳しいその戦いになるのか非常に楽しみです、そして、セブンスバトルは本日のメインイベントになります、この試合はですね、中日スポーツ杯争奪タッグマッチということで、中日スポーツさんからもですね、そのカップを提供していただきました、オクトパス須田道頓堀白間という、またこれあの後ほどちょっと具体的に、詳しく説明したいんですが、この、ペアに対してハリウッドジュニアとシャーク小宮山という、また白金と錦糸町という違う道場がタッグを組んだという、これはまたあの、ね、向井さんにとっても非常に複雑な、はい、そうですね、戦いじゃないですか。驚きましたけれど、まあ、シャーク小宮山は錦糸町道場の、まあ、エースでも次世代エースでもあって、プロレスの才能が本当にあるので、とても熱い戦いを見せてくれるんじゃないかなと楽しみですし、はいはい、応援してます、またね、このそのタッグを組むにあたってハリウッドジュリアの方から申し出てきたということなんですよね。すごい、とても期待されているってことですよね。そうなんでしょうね、ある意味、はい、はい、まあ、一方のミラノさん、はい、このオクトパス須田と道頓堀白間がタッグを組んでしまいましたね。
そうですね、ダース・ベイダーズの須田選手と、はい、道頓堀城間選手、ダース・ベイダーズに入ったのかな、入ってないのか、そこら辺も、ね、どうなんですかね、分かんないんですけど、ちょっと分かんないんですけどね、はい、まあでも共通の目的ですよね、多分ジュリーナ選手を倒すっていうのが、はいはい、ジュリーナ選手の上に行きたいっていうのがですね、それでまあ組んで、後楽園でまあ不穏な動きを見せたじゃないですか、そうなんですよね、はい、ベルトを、はい、取ったばっかりのベルトをダース・ベイダーズに渡すとかね、はい、で最初は意味が分からなかったんですけども、まあ、後々本当にこう裏切りという結果でしっかり出たので、ええ、ああそういうことだったんだっていうのは思いますけどね、はいはい、まあ、その後楽園大会 の、 そのメインイベントが終わった後、オクトパス須田を中心にしたダース・ベイダーズというのがリングに乱入してきて、うん、取ったばかり の、 その白いタグのベルトですね、はい、奪い、さらに、ハリウッド・ジュリアの持つシングルのベルトまでも奪っていったと、うん、いうことでですね、これ言ってみれば、まあ、強奪というか、まあ、泥棒ですよね。そうですね、社会人としてはダメな行為ですね。ダメですよね、はい、良くない、良くないですよね、良くないと思います、はい、そこまでしてですね、まあ、とにかくそのハリウッド・ジュリナの、まあ、本当プライドをズタズタにして、うん、で今回、まあ、この愛知県体育館でのメインイベントで再戦という形になりましたが、はい、須田選手も頭いい人なんで、はい、多分なんか理由があるんでしょうね、はい、まあ、それが明らかになるのかどうか分からないんですけど、はい、まあ、あの人がただ単になんか行動を起こすとは思えないので、何かしら意味があって、何かしら策略があって、何かしらこう目的があるからこそあの人はやると思うので、はい、まあ、そこが何なのかなっていうのは知りたいですね、はい、まあ、果たして、そのね、どんな戦いになるのか、まあ、注目なんですけども、もう一つですね、その6バトルですね、セミファイナル、錦糸町道場のロングスピーチ横山桃川本、そして特別招待選手のグレゴリオアンナ、対工事現場同盟の杭打ち松村ボイス山田アンチスリップ真彦と、この対戦もですね、まあ、あの後楽園大会の工事現場同盟もそうだったんですけども、またミラノさん、なんかすごい戦いを見せてくれそうですね。そうですね、でもまあどうなんでしょうね、大きい選手と松村選手が戦ったとはいえ、まあ、ボイス山田選手と真希子選手はデビュー戦ですからね。そうなんですよね、デビュー戦が愛知県体育館で相手がグレゴリオアンナって、これな、もうないですよね、こんなシチュエーションね、はい、これセコンドつかなくていいんですか、向井選手。あ、私はまあ錦糸町道場側で、はい、見守りたいと思ってます。本当対角線にいるってことですよね。そうですね、まあ、そうですね、まあ、工事現場同盟が嫌いなわけで、嫌いで辞めたわけではないので、まあ、でも育ててくれた工事現場同盟にはすごく感謝はしているので、はい、どちらも頑張ってほしいなとは思ってます。ただ工事現場同盟サイドとしてはそう思ってくれてないかもしれませんよね。そうなんですか ねやっぱり、まあ、裏切り者と思われても仕方がないかも。怖いですね、いや、松村選手と、はい、あと真希子さんとか怖いですからね。怖そう、はい、今ですね、この体育館の上の方に、それぞれの写真ありますけども、うん、真希子さんの顔が本当にガチで怖いんですよね。本気で怖いですね、はいはい、やばいです。まあ、本人は否定されてるんですね、過去の、その、そうですね、まあ、僕の勝手な、はい、僕の勝手なイメージです、はい、元ヤンカーなとか、でも不良 でずっとその後工事現場で働いてたのかなとか。あ、リアルですね、はい、なんかそういうのが勝手に感じてます、僕は、はい、まあね、もともとその松村山田の2人から言わせると、日本中の工事現場を探し回ってスカウトしてきたと言ってますからね。多分名古屋あたりの工事現場にいたんじゃないですかね。なるほど、はい、はい、まあ、ということでですね、対戦相手特に、特別招待選手のグレゴリオアンナ、まあ、この選手と対戦すること自体、まあ、普通向井さん嫌ですよね。そうですね、今回味方で本当に良かったなって安心してます。はい、まあ、とんでもない選手がその特別招待選手として今回も参加してくれることになりました。見た目150キロですからね。見た目すごいですよ、幅がもうすごいです、3倍以上の体重で、こ
この、ね、あの選手に対して工事現場同盟というのはどういうふうに戦っていくんですかね。いやどうでしょうね、正面からぶつかったってねあれでしょうからね。かといってじゃあ頭脳を使って頭を使えるメンバーなのか工事現場はっていう、ね、のもありますし、はい、ちょっと分かんないですね。楽しみですよね、そこら辺は。そうですよね。今回は工事現場同盟を離れて、向井さんはこの錦糸町のメンバーとして戦うわけですけれども、はい、改めてご自身の試合に関してはどういうふうにこう戦っていこうと思ってますか。そうですね、第3試合なんですけれども、やっぱり錦糸町道場の4人で力を合わせて、ここはもう錦糸町道場ピンチって言われてましたけれども、はい、私たちの力で勝利をつかみ取って、はい、もう勢いをつけていきたいなと思ってます。ただ対戦相手がですね、悪い人たちですよね。そうなんですよね、そちらもマッドドッグス軍団、はい、うん、ね、もうなかなかずるいことをしそうですけれども、はい、こちらもちゃんと立ち向かいたいと思います。そうですよね、このいじめが嫌になってマックス中井は、ね、錦糸町に逃げてきたっていう。そうですね、マックス中井とマッドドッグ宮崎はすごい因縁のなんかあれがあるみたいなので、そうなんですよね。はい、その辺もぜひ皆さん注目してみていただきたいと思います。はい、さあ、今日ですね、早々とお越しいただいているこの会場のお客様や、現在スカパーで生中継をご覧の皆様の中にも、プロレスを見るのが初めてという方もいらっしゃると思いますので、ここでミラノさんからですね、はい、簡単にそのプロレスの見方ルールを教えていただければと思います。そうですね、はい、プロレスの決着のつけ方が、何種類かあります。はい、一番オーソドックスなのがですね、相手の両肩を、はい、マットにつけて、はい、約3秒間ですね、はい、レフェリーがカウントします。マットを叩いて1、2、3、それを英語で1、2、3ってなったら試合が決まります。はい、なのでカウント1で両肩のうちの片方の肩が上がったりとかすると、大丈夫ですね。はい、ずっと3秒間両肩をつけっぱなしだと、勝負が決まってしまいます。はい、これが1つ。はい、ではい、あとは締め技、関節技っていってこう苦しくなったり、うん、関節が逆方向に曲げられて痛い技、はい、そういうのがあるんですけれども、それをかけられた時にギブアップ、はい、要は参ったですね、はい、をすると、試合は終わります。はい、参ったの仕方も口頭でギブギブギブアップギブアップって言ってもいいですし、はい、こう3回以上ポン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 って叩くと、うん、もうそれは参ったと同じ意味をなします。連続で、連続でですね、タップという行為ですよね。はい、そうですね。はい、あとはですね、場外に、試合権利があるものですね、はい、試合権利があるものが場外に出て、カウント20秒、数える間もリングの中に戻ってこない場合、はい、これリングアウトという形になって、中に戻っている人が勝者になります。はい、リングの外に20秒いた人は、負けになりますね。うん、はいはい、であとは危険とみなされて、あとはもう締め技とか苦しい状態で、頑張って意地でもギブアップしないと思ってても、うん、レフェリーが危険と判断した場合はレフェリーストップという形で試合を終わらせたりします。はい、あとは、明らかな反則攻撃ですね。うん、ただこの反則攻撃も5秒間、はい、レフェリーが1、2、3、4、5って書いてる、数えてる間に例えば5秒間かじり続けるとか、うん、はい、なんか目の中に指を入れてグリグリするとか、はい、そういうのを5秒間続けた場合は大丈夫ですけど、はい、4.9999秒までは何しても大丈夫です。はいはい、そこもプロレスですね。そこもプロレスです。ただ一発で危ないなっていうのがあった場合は、うん、5秒数える間もなく一発でもう反則勝ちになります。はい、はい、そんな感じですかね。そうですね、あとは選手がロープに触ったらそこで一回試合を中断しなきゃいけないとか、はい、あとはタッグマッチの場合はそのタッグというのはタッチするという意味ですから、はい、試合の権利をお互いそのタッチして、はい、あなたに渡しました、受けましたということで、リングの中に入っていくとかですね。はい、試合権利のあるもので勝負を決しますね。そうですね、はい、というような、いろいろとルールはあるんですけれども、なんとなく今のお話を頭の中に入れていただきながら見ると、勝敗の行方分かりやすくなると思います。それからですね、もう一つ、応援の仕方ですね。どんな感じで応援したらいいのかというのも今日皆さんね、ぜひ応援をしていただきたいんですが、
まあ、あの細かいこと考えずにですね、はい、とにかく、まあ、騒いでほしいのと、やっぱりあのとにかくこう盛り上がってると選手はもういろんなことやりますから、はいはい、そういうのにこう選手も乗ってきますんでね、うん、まあ、そういうとにかく騒いで応援をして、もうあったかい目で見てね、はい、この場はもうあったかい目で見て雰囲気をお客さんに作っていただきたいと、うん、僕は本当にそれを強く思うのと、はい、あとはあの入場してきます選手が、でそれで入場してきて、あのリングの上に上がって一、はい、人ずつですね選手コールがあります、はいはい、その時に、例えば、ストロベリー向井一と呼ばれた時には、はい、向井選手に、の色をですね、はい、ここ、はい、あのツイッターとかいろいろ、ちなみに向井選手は、ちなみに私はピンクと茶色の紙テープを投げてほしいです。なるほど、なるほど、はい、え、皆さん用意してますか、紙テープ用意してますか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、持ってますか、はい、持ってますか、よろしくお願いします、はい、嬉しい、はい、ですからその選手コール時にあの各選手の紙テープを投げてもらったりとか、はい、あと悪いことをする人間が世の中どこにでもいるんですね、はいはい、その時にこうブーイングですね、ブー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 言っていただいたり、はい、あとはこう名前を、いろいろストロベリーとか、うん、向井地とかどっちでもいいので、はい、こういろいろ呼んでいただいたりとか、うん、手を叩くタイミングがあったりとか、はい、まあ、選手がアピール何かしら叫んだらこうリアクションというか、はい、レスポンスを返していただければもうどん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 盛り上がるのかなと思いますね。はい、まああのね、ライブなんかでも皆さんあのなんていうんですか、声の出し方なんていうのはご存知だと思いますんで、そんなノリで、まあ、プロレス風にやっていただいて、そしてこの会場を温かくしてリング上の選手たちにもっともっとこう勇気と力を与えてもらえればというところですね。そうですね、はい、勝敗の結末でどっちが勝つのか分からない時とか、ワンツースリーとかをもう興奮してると思うので、お客さんもワンツースリーと一緒に大合唱してもらったり、ワンツーあー決まらないんだみたいな、そういうのもどんどんこう喜怒哀楽出していただきたいと、はいはい、思います。よろしくお願いします。皆様の大きなあの応援をお待ちしております。さあここでですね、皆様にお知らせがあります。本日の大会終了後にですね、今大会のアンケートを AKB48 モバイルにて実施いたします。締め切りはあさって2月25日日曜日の17時、5時ですね、午後5時までです。皆様の貴重なご意見をお待ちしております。さあ、試合開始がですね18時30分まもなくです。向井地選手もですね試合前お付き合いいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。絶対勝ちます。はい、はい、さあついに始まります、東風プロレスザ・リアル2018WIP クイーンダムイン愛知県体育館。運命のゴングはこの後すぐです。お楽しみに。
さあ間もなく新たな歴史を刻む戦いの火蓋が切られようとしています。引き続き実況は私田畑雄一、そして解説はミラノコレクション AT さんでお送りしてまいります。ミラノさんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい。いやーなんか、ね、半年ぶりのこの雰囲気なんかドキドキしますね。いやもうちょっと緊張感やばいですね、はい、本当に皆さんのあったかい声援でなんとかですね雰囲気を作っていただいてよろしくお願いします、そして選手の皆さんも皆さんのね応援が力になりますのでぜひぜひ全力の応援よろしくお願いいたします。なおこの模様はですねスカパーのスカちゃんで絶賛生中継されております。それでは間もなく試合が始まります。2017年8月29日オエタが来たーラミスティカだ飛んだー谷口小宮山も行くあームーンサルト愛してまーあの熱狂から半年新たな戦いの幕が開く。新メンバーの参戦因縁の戦い WIP にかつてない群雄割拠の新時代が到来。一番強いのは誰だ。豆腐プロレスザリアル 2018WIP クイーンダム in 愛知県体育館開幕。皆さん、こんばんは。WIP 代表、そして白金ジムオーナーの矢崎栄一郎です。どうも。皆さん、私は名古屋に来ないんじゃないかと思ってませんでしたか。来ますよ。なぜならば、牧場の牛から搾りたて。名古屋牛乳大好きです。今宵この名古屋の地で皆さんを興奮の渦に巻き込む熱い戦いをお見せします。題しまして豆腐プロレスザリアル 2018WIP クイーンダムイン愛知県体育館。対戦カードはこちらです。ファーストバトル、バード高柳、バトンカトミナ、トルネード竜巻 VS 剣道松本、バブリー新井、マッチ音羽。セカンドバトル、エブリバディナオ、マイケル島口 VS ミラクル静香、グイグイ中西。サードバトル、ストロベリー向井氏、サックス古畑、マックス長井、プロフェッサー滝田 VS マッドドッグ宮崎、おったまげま、カツオ広瀬、左上誠ちゃん。フォースバトル、WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメント1回戦第1試合、
ディーバオダイリー VS ジャンボ佐藤。第2試合、コマネチ湯本 VS ヤバくね谷口。セミファイナル、スペシャル6人タッグマッチ、横山ジャパン、ロングスピーチ横山、モーモー川本、グレゴリオアンナ VS 高次元は同盟、食い打ち松村、ボイス山田、アンチスリップマキク。そしてメインイベント、中日スポンサー争奪タッグマッチ、ハリウッドジュニア、シャーク小宮山 VS オクトパス須田、道頓堀白間。以上全7試合を行います。なお初代 WIP タッグ王者ジュリナ白間組パワーストーンズは解散となりますから、タッグベルトは返上となります。私聞いてませんでした、これ白間はね本当に勝手なことするんですよ。ああ、そうやって女に翻弄されて生きていくんです男は。翻弄といえばダスベダス、皆さん覚えてますか、前回やつらねベルト盗んでいったんですよ。私が言うのもなんですが、ベルトを盗むっていうのはありなんですかね。まあとにかく前回いろんなことが起こってモヤモヤしてる人もいるでしょう。今宵この名古屋のリングの上で全て決着がつくはずです。意地と意地、プライドとプライド、女と女の手に汗握る戦いにどうぞご期待ください。矢崎でした。しかし地元名古屋の大会と聞き9度目の復帰を決意。プッションアゲインバード高柳。電撃復帰を果たしたバード高柳を支えるのは、前回大会でも共に戦った魅惑の天女バトンカトミナ。立ち上がったトルネード。そして白金ジムのルーキー変幻自在のお嬢旋風トルネード竜巻。対するは地元開催なら黙っていられないと名古屋の新勢力が緊急参戦を表明。シャチホコ連合名古屋、その名もシャチホコ連合。猟奇的な剣士剣道松本、未完の大器は好景気バブリー荒井、闘争心に火がついたマッチ音羽。WIP への参戦を夢に見ながらひたすらトレーニングに明け暮れていた3人が満を持して参戦。その実力は、名古屋のファンの声援ってすごいんですよ。ファンの皆さんのパワーを借りて絶対に勝ちたいと思います。一人も名古屋出身がいないっていうのは本当に意味が分かんない。プロレスなめんな。1分で潰す。どちらも譲れない名古屋愛対決。地元ファンに勝利を捧げるのはどっちだ。青コーナーよりマッチ音羽バブリー荒井剣道松本組の入場です。東風プロレスザ・リアル2018 WIP クイーンダム in 愛知県体育館。オープニングマッチは名古屋愛の強さがその勝敗を左右することになりそうです。青コーナーから入場してくるのが地元名古屋を拠点活動とするシャチホコ連合。
去年の後楽園大会を見て自分たちもこのリングに上がってみたいというその強い憧れを持った3人が半年間の厳しい練習を重ねて今大会名古屋開催ということで初参戦の名乗りを上げました。剣道松本、バブリー新井、マッチ音羽、 WIP 初参戦ながらその潜在能力が非常に高く評価されています。お、3人でコーナーに上がって何をするんだ。シャチ方向だ、シャチ方向だ、いきなり出ました。シャチ方向連合初参戦ながら抜群のコンビネーション、そして名古屋愛を見せつけます。変わりまして赤コーナーよりトルネード竜巻、バトンカトミナ、バード高柳組の入場です。さあ地元愛なら負けていません。赤コーナーから前回後楽園大会を経験している白金ジムの3人が登場してまいります。特に注目していただきたいのが8度の引退を乗り越えてカムバックを果たしましたバード高柳。この社長子連合が一人も愛知出身がいないじゃないかと、プロレスなめんな、1分で叩き潰す、名古屋愛の強さをより強調していますバード高柳。そのバード高柳をサポートするのがバトンカトミナ、そしてトルネード竜巻。さあこの3人が果たしてこの若手にどんな鉄槌を下そうというんでしょうか。第1試合6人タッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナーシャチホコ連合、闘争心に火がついたマッチオトハ。新人ながら高い身体能力を持っていますマッチオトハ。みかんの大気は好景気、バブリー新井。身長165センチ、そしてバレーで鍛えたその体、バブリー新井。猟奇的な剣士、剣道松本。さあ正眼の構えから狙うは初勝利です、剣道松本。赤コーナー白金ジム、変幻自在のお嬢旋風、トルネード竜巻。去年の後楽園大会ではオープニングマッチに登場、見事にシングルを戦い抜きましたトルネード竜巻。魅惑の天女バトンカトミナ。おお、いきなりそのアクロバチックな動きを見せますバトンカトミナ。不死鳥をあげいバード高柳。そして私こそが愛知県出身、名古屋愛を強く強くアピールします。デリフェアおこち、いやもう第1試合から紙テープすごいですね、すごいですね本当に。さあこれあのね紙テープこうやって今スタッフさんが頑張って勝たしてますけどね、リングの中にしまうんですけども、はい、これ多分パンパンになりますね。なっちゃいますね、第1試合でこれで7試合あるわけですからね、はい、そうですね、入りきらないですよね、はい、さあただあの社長ご連合も言ってましたけれども、この名古屋のお客さんの声援ってすごいんですと、はい、ぜひこの第1試合からですね、はい、このリング上に熱い大きな声援を送っていただきたいと思います。どうなるんだ、まあ、今日あの高柳選手が1分で潰すって言ってますからね。そうですね、言ってますからね、はい、ってことは1分でもういきなり勝負をかけてくる可能性があるのか、はい、実はあれは、リップサービスなのか、うん、はい、分からないですね、はい、ただやっぱり高柳選手はですね、社長を名乗ってて愛知出身一人もいないじゃないかっていうあのセリフはちょっと聞いてますね。そうですね、社長子連合にやたら詳しいんですね、はい、やっぱそれだけ意識してるっていうことですね、うん、
さあ、おお、さすがに1分で潰すって。そしてさあ有言実行なるか、バード高柳です。さあファーストバトル、いよいよ試合が始まる。おっと、いきなりしかいきなりだ、いきなりだ、ため秒殺か、秒殺か、やカウント2で返しました。いきなりだこれ、そして膝をぶち込んでいきます。あ、これやっぱりもういきなり勝負かけてるんですね。いってますね、いってますね。さあフライングメイヤー、そして得意の PK、 どうしかした、危ない。おー、しかしここでようやくバブリー新井がエルボーで返していく。お、振りかぶっていった、ビンタ、ビンタした、顔を張っていきました。さあそして今度は新井が追っ返すところうまく避けた、そして後方回転から首に挟んで遠心力を使って、トリラー出た、バードディヘラー、そしてバードが舞う、バードが舞いますが、1分経ったんですけども、あれ1分経ったよ、1分で叩き潰すことはできませんでしたね。そうですね、ちょっとがっかりしてますね、はい、おっとここでお互いに両陣営がまたスイッチします。トルネード竜巻と、そして剣道松本、お互いにまたパフォーマンスの張り合いだ。ここからちょっと仕切り直しですかね、はい、おあれはいいロックアップだ、はい、おヘッドロック、そして組投げフライングメイヤーです。おお、ヘッドスタンスで返す。プロレスの基本的な動きなんですけどね、はい、ものすごい速いレベルスピードでやってきますね、社長コレンゴかなり基礎練習してますね、はい、まあ、とにかく去年の、ね、後楽園大会を見て私たちもこの舞台に立ちたいということで夢が叶いました、社長コレンゴ。おお、タックル、トルネード竜巻、長身だからやっぱりパワー強いんですかね、はい、お、さあ、お、素早い動きだ。おお、アームホイップ。しかしこのスピードにも剣道松本しっかりとついていきます。さあ、次何を狙うか。ね、何を狙っていくんでしょうね。おお、リストロックですね。これ手首を固めてるんですね。はい、腕絞ってますね。はい、手首が痛いですね。ちょっとねじられてる形になりますね。そのまま自陣に持ってきて、おお、マッチオトハ。マッチオトハも。手首決めてますね、はい、剣道松本選手、おー、くるくる回ってる、うまい、うまくその力を逆方向に逃がして、そして反対に今度はトルネード竜巻がリストを取って、さあバトン片南スイッチです。あ、ここら辺もキャリアの差が出てるのかな、はい、そうか、おー、ワンハンドだ。さあそして前方回転、いや逆に回転、おーっと、お互いに回転し合う、得意の得意の、さあ619、おーっと、これも読んでいる、研究されているのか。そして後ろからエルボー叩き込んで、あー、何やるんですかね、マッチオートハンド、なんだ、同じ動き、同じ動き、619だ、なんと逆619ね、ぶつけてきました619、そしてカバーに入ります。これ逆にやりましたね、やりましたね、マッチオートハ選手、ちょっと片南選手のアクロバットの動きを意識してるっていう噂は入っていますからね。なるほど、あれみんな出てますね。あ、ここで、まあ、いわゆる乱入ですね、はい、社長子連合がん、何をやるんだ、社長子、これ社長子って今言いましたね、そして遠心力を使ってエルボーだ、よくぶつからないですねあれね、もう一度行くんですか、もう一回行く、シャチホコの掛け声とともに遠心力、ロープのハンドを利用してエルボー、あー、息ぴったりだこの3人、すごいですね、はい、これ相当練習しないとダメですね、はい、じゃないとぶつかりますよ、シャチホコ連合の合体パフォーマンス、これシャチホコ大回転っていうことですよね、はい、さあ試合の権利を持っているのは今のこのリング内の2人ですね、はい、マッチ選手と片村選手、はい、おー、マッチ選手が狙っている、狙ってる、何狙ってるんだ、おーっと、おー、フロントキック、さらに、さあヘッドシザースからホイップした、これ今頭強く打ちましたよ、ちょっと頭打ってますね、大丈夫かな、はい、大丈夫でしょうか、そしてトルネード竜巻にスイッチ、おー、フロントキック、さあ飛ばして帰るところ、おー、竜巻旋風客、いきなり出ました竜巻旋風客、トルネード竜巻の時は、おっと試合権利ないんですけどね、入ってきてますね、ないですけど、はい、松本入ってきましたね、
わー、竜巻旋風逆でカウンター迎え撃った。いや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 、竜巻選手もう2発打ってますね。竜巻選手打ってますね。あー、チャンスか。お、さあ、そしてさあ、逆エビ固めがこのトルネード竜巻がやると、さあどうだ、ウォールオブ竜巻いけるか。しっかりあの後ろ落としてますね、はい、これちょっと音羽選手腰が心配ですね。そうですね、ちょっと腰が心配、はい、テーピングの腰が痛い、大丈夫でしょうか。腰を攻めていく、ロープに逃げれば、ロープに逃げれば大丈夫だよ、ロープに逃げれば。ああ、たまらずカット。ここで新井が出てきます。さあバブリー新井、まあ、権利はないんですけども、この辺も5秒以内なら反則が許されるというプロレスならではの、うわーっと、ここも旋風脚。もう竜巻大発生ですね、これ。そうですね、旋風脚まみれですね、はい、さあそして竜巻ラッシュしていく、ラッシュしていく、自らロープに飛ぶ、追いかけていって、今グーで殴りましたね、グーで殴りましたね、追いかけていって、はい、気が強い、強いですね。そして今度は何を見せる、何を見せるんだ、え、逆方向から、え、シックスワンナインだ、シックスワンナインの逆バージョンですね、はい、逆でシックスワンナインをやりますね。普通はあの方向では力入んないんですけども、よくやりますね、はい、でもやっぱさっきの逆エビ固めですか、ゴールドの竜巻のダメージなんか腰を気にしてますね、はい、そうですね、まあ、激しい練習の結果なんでしょうか、ちょっと腰にねテーピング見えますけれども、まあ、そこを逃していかないのがやっぱりこのねリングの上の厳しさですね、はい、さあしかし仕掛けていくのが、さあ、お、飛びついて飛びついて飛びついて、何を見せる、え、何を見せる、うわ、高角度、後方回転エビ固め、裏からだ、決まったか、あ、惜しい、大技を見せました、音羽ですが、お、剣道選手にタッチしましたね。さあそしてトップロップから着地、何もしませんでした、はい、着地、頭かきむしってるよ、あ、ちょっと猟奇的なんだこれは。そう、お、さあキック、お、お、固定、どう、固定、どう、剣道か、なんだこれは、キックを連発、左右のキックを連発、さあそしてサイドから、そっから挟んで頭、あーっと、打ち付けた、ヘッドシザースドロップ、おい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 、さあちょっとかなり危ない雰囲気ですよ、はい、さあそのまま守り込んだ、抑え込んだが、ここは赤コーナー、ちょ、うん、ちょっと癖がありますね、剣道選手は。さあ、大股車8方向連合がですね、分断しました、はい、流れを支配してますよ、この2人で決まるのかな。さあ剣道松本対角線に、いや逆に、逆に振った、さあトルネード竜巻振って、ここで旋風脚、まただよ、4発目ですか、はい、今日、しかも今あのコーナーマットを背にしてますから、逃げ場がないところで打ち込んでいきましたね。そうですね、衝撃を逃がせないので、はい、こう挟み撃ちにされる感じですね、板挟みな状態です。お、バブリー新井がタッチを要求している。お、そして赤コーナーはバード高柳だ、バード高柳、はい、なんかここ地元名古屋でですね、この2人のなんか因縁というのがあるらしいですね。そうですね、はい、おー、すごいエルボーキックでいった、ローキック決まった。さあそして勢いつけて、おっとがっちり捉えて、おっとスリーパーホールド、なんと高柳の得意技スリーパーホールド、新井が仕掛けていきました。これミラノさん、社長子連合はですね、かなり今日の対戦相手の技研究してきてますね。研究してあえて自分らがやるっていうね、これ挑発行為でもありますね。してますね、これ精神的なダメージも狙ってるんじゃないですか、はい、お、さあ新井が天を指さして回転して、バレーからキック、キック、二段蹴り、頭に入ったんじゃないですか、バレー経験者と聞いてますね、はい、さあバブリー回転しての二段蹴りから、今度は何を持ってくるのか。さあ、リヌ、うわ、かかと落とし、さあ、そのままカバーに入ります。おっと、まだ両肩ついてない、両肩ついてない、ここで抑え込んだ、あっと、カウント2、あのね、早めにね、両肩をつけてたら、もしかしたら3出たかなっていう感じですね。なるほど、この辺はね、まだあの WIP のリングというのが今日が初参戦ということでね、でもチャンス、チャンス、チャンスですよ、チャンス、押し込んでいます。さあ、バブリー新井が押し込んでいる、決めるぞって言ってる、もう一回だ、もう一回カット落とし、避けた、そして逆にバックを取ってスリーパーホールド、スリーパーホールドだ。
さあここで、お、カトミナが、シックスはないから、あ、そしてハンドスプリングのキック、見事サポートしています。サポートしてる、あ、やばいやばいやばい、膝が落ちた、膝が落ちた、決まったか、そして片指が倒れ、決まったか、返した、決まらない、バブリー荒井返しました。荒井選手の意地ですね、社長子連合と名乗ってる限りには今日負けられない。これでも本当にあのどちらがより名古屋愛が強いかというのをお互いにね言い合ってましたからね、はい、さあさあ今度は PK だ、これはまともに食らってしまった、カウント3入りました、勝った、19秒、勝ったのは愛知県出身、あいつらをぶっ潰すと8度の引退を乗り越えてこのリングに帰ってきました、バード高柳、そして高柳を見事にサポートしました、バトンカトミナトルネード竜巻、赤コーナーの勝利です。いやー高柳選手勝ちましたね、はい、最近あんまり高柳選手の勝った姿見てないんですよ ね、 そうですね、はい、まあ、負けるたんびに引退繰り返してきましたからね、そうですね、まあ、大仁田よりも引退の回数が多いという、おあれ、ま、え、勝ったのに、あ、まあまあマイクです、普通のマイクです。皆さん本日は応援ありがとうございました。社長子連合は名古屋を名乗ってるくせに名古屋出身がいないとか舐めてるやつらだなって思ってたんですけど、骨のあるやつらでした。おー認めた。今日は皆様に私から、え、なんだ、重大な報告があります。重大な報告、勝ちましたよね、大丈夫です、今日の試合で勝っても負けても、え、私の気持ちは変わりませんでした。私バード高柳は一生現役です。おお引退じゃなくて一生現役宣言、はい、今日改めて名古屋のやつらと戦って、こいつらの熱さが私の何かを変えてくれました。私が名古屋を、いや私と名古屋を一緒に盛り上げてほしいです。おお胸熱だなこれ。今日はありがとう、ありがとう。まあ言ってみればお互いに名古屋を愛してる、どっちがより愛してるかっていう戦いでしたからね、うん、でもなんか会場は引退を期待してますけどね。やっぱり愛知は最高だな。おおということでバード高柳一生懸命で頑張ります。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。いや引退宣言ではない高柳のマイクパフォーマンスで初めて聞いた気がしますね。だから初めてなんか明るく終われましたね、はい、さあこの愛知県体育館で行われるオープニングマッチにふさわしい名古屋愛にあふれたこのカードでしたが、勝ったのは白金ジムの3人、バード高柳、バトン里美奈、そしてトルネード竜巻でした。しかし平野さん、このシャチホコ連合、ね、はい、この愛知県を代表する形で名乗って今大会初参戦を果たした、バブリー荒井、そして、剣道松本、パンチ乙葉、はい、若い選手3人、ね、経験もまだ少ないんですけども、よく戦いましたね。しかも第一試合ということで、ね、はい、すごい緊張感とか、何をやるのかこう、ね、本当に雰囲気とか読めない中で、はい、本当にその責任を果たしてくれたと思いますね、はい、さあ見事名古屋愛、より強い愛を語ったバード高柳、白金ジムの勝利でした。WIP クイーンダムセカンドバトル、錦糸町道場に2人が新しく入ってくれました。錦糸町道場横山ジャパンから新メンバーが参戦、いきますよエブリバディナオ、突撃ワイルドガール
マイケル下口。初めて会った時、あれは多分ね、まだ2017年だったかな。まあでも2人ともすごく強いですね。とにかく早く試合がしたいです。頑張ります。絶対に勝ちたいと思います。頑張ります。何を出すか。ヒックだ。迎え撃つのは 8.29 後楽園大会で一大旋風を巻き起こしたダース・ベイダーズからこの2人。屈指のプロレスセンスを誇るうつシリーズ新章突入。グイグイ中西。長身から繰り出す多彩な技を持つ水曜夜8時からの刺客ミラクル静か。トップクラスの実力を持つダース・ベイダーズの圧勝か。新人2人が下克上を果たすのか。注目の一戦、勝つのはどっちだ。青コーナーよりダース・ベイダーズ、グイグイ中西、ミラクル静香組の入場です。後楽園ホールで一大旋風を巻き起こしたダース・ベイダーズ、 WIP で今最も注目を集める存在です。後楽園で強奪した WIP タッグのベルトをその肩に置き、グイグイ中西、ミラクル静香が入場してまいりました。台風の目となりリングに波紋を起こし続けるダース・ベイダーズ、新人の挑戦を受ける今日の試合、格の違いを、乗ってる者の勢いをこのリングでまざまざと見せつける。グイグイ中西、そしてミラクル静香、リングインです。変わりまして、赤コーナーより錦糸町道場、エブリバディナオ、マイケル下口組の入場です。錦糸町道場に期待のニューフェイスが現れました。その名はエブリバディナオ、マイケル下口。ロングスピーチ横山が、そしてチェリー宮脇が守り続けた錦糸町道場のその日を絶やさぬように、さらに光り輝く未来へ導くために、ここから目指すは私たちの時代。ダース・ベイダーズのグイグイ中西、ミラクル静香という強敵を乗り越えて、世界のスーパースターへつながるその道を勢い十分に駆けるから。二人がデビュー戦のリングに今立ちました。第2試合、タッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー、白金ジム、ダース・ベイダーズ、ブスシリーズ新章突入、グイグイ中西。今宵も見せるその勢い、グイグイ中西。水曜夜8時からの刺客ミラクル静香。リングの上でもミラクルを巻き起こすのか、ミラクル静香。ダース・ベイダーズの2人です。ベルトを誇示します。赤コーナー、錦糸町道場、いきますよ、エブリバディーナー。新戦力参上、エブリバディナオ。突撃ワイルドガール、マイケル下口。狙うはリングのスーパースター、マイケル下口。セカンドバトル、注目のタングマッチがこれから始まります。まあ、ミラノさん、まずはね、この錦糸町道場の新人2人というのもね、非常に注目されるところですけどもね。そうですね、やっぱり本当にこう対戦相手が対戦相手ですからね、はい、はい、その中でもしですね、こう何かがあったら、もうこれはいろいろ逆転というかね、どえらいことが起こっていることになるので、まあ本当に下克上ということですよね、そうなりますとね。そうですね、まあ、ただ相手がね、一癖も二癖もある
感じですからね。はい、さあ果たしてどのような戦いになっていくんでしょうか。おっと、いきなりマイクを持ちました。ぐいぐい中西。おいおい矢崎さんよ、今をときめくダース・ベイダーズのうちらがなんて第二試合なんだよ。あ、そうだろ、しかもこんな新人相手にわざわざ名古屋まで来させといて、名古屋微妙に遠いんだよ。うわディスってる名古屋。いやこれ名古屋ディスってますよ皆さん。ディスってはねえよ。挑発。いやそら大ブーイングです。てかお前ら誰だよ。ちょっと可愛いからって私もプロレスやってみようじゃねえんだよ。分かってんのかなあ新人さんよ。おっと、ゴングを前に仕掛けた。いったいったいった。そして遅ればせながらゴングが鳴りました。エブリバディナオマイケル下口、新人2人から仕掛けていきましたが、ここはしかしフライングフォアーム、ロープに投げられたところでしたが、2人揃えてダメージを与えていきました。さらにミラクル静香を捉えて上を飛び越えさせる。そして足を取ったのはエブリバディナオ、そこにマイケル下口もやってくる。おいぴったりですね。ハイタッチも決めました。いやこの2人錦糸町道場の、まあ、未来を担う逸材です。はい、新加入の2人、横山監督も強いって言ってましたからね。あれあれあれ、髪の毛髪の毛、あぐいぐい流し髪を掴んでいます。これは反則です。はい、はい、これ1個。はい、レフリー5秒間数えるよ。5秒間あ、4、あ、4だ。今これですからカウントがレフリーが入ります。5カウント以内であれば反則許されるんですが、はい、またリセット、ワン、ツー。汚いことやってますねこの人。ギリギリで離します。そしてまた髪を掴む。ギリギリ反則負けにならないところをうまくつきながらという形になります。ぐいぐい流りし、もう可愛い子を見ると何かしたいんでしょうね。ロープに振ってくるところ、帰ってきてのショルダーアタックル倒しました。でもやっぱ近く、そして終えたのはぐいぐい流りしです。おさらにここはエブリバディナオの上を飛び越える。コロ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 なってる。もう一度飛び越えて帰ってきたところ、エブリバディナオが振っていって、あのホイップ投げ飛ばしていった。さらに側転を見せ、いきますよ。おエブリバディナオ、もう一度いくぞ。もう一回いく、エブリバディナオ。さあこの声援を力に変えて、中西が来るなって言ってるけど、あいなした。飛び込んでいったんですが避けられてしまいました。あ、そして今リングの下ではすぐさまミラクル静香がやってきています。あ、場外はダメですね、場外ダメよ。そして鉄柵へ投げ飛ばしていきました。まあ、ミラノさん、ちょっとこう場外になりますとダース・ベイダーズの方がどうでしょう、分があるかなというところもあるんでしょうか。そうですね、この鉄柵本当にもう鉄ですからね、これ、当たると痛いですよこれ本当。あ、そして今リングの中ではぐいぐい中西はもう余裕の表情。あ、もう昼寝でもしそうですね。戦いの場でくつろいでいます。そしてそこにダメージの大きなエブリバディナオが戻ってくるという形になってしまいました。あ、そしておっとここは固めていくぞ。そしてパラダイスロック、いやこれはまあ、どうでしょう、ミラノさん考案の技でもあるんですが。そうですね、なんだろうな、やられちゃってますね、お、ダダンダンダダン、場内に手拍子要求。ロープから、お、スライディングキック。ここはお尻のあたりにスライディングキック見舞ってまいりました。そしてミラクル静香へタッチを行います。さらに背中にダメージ、そしてここはミラクル静香がめっちゃ反ってますねこれ。なお選手腰やばいですねこれ。強烈に捉えていきました逆指固め。あ、ロープエスケープ、ロープに触ると、はい、技を解かなきゃいけないですね。技を解かなくてはいけません。しかしここはさらに腰へのストンピングですから、かなりちょっとどうでしょう、エブリバディナオとしては腰へのダメージが蓄積していきます。はい、ちょっと捕まってますね。まあこの辺りは今その WIP で最も勢いに乗るダース・ベイダーズ、それと対戦するにあたってはどうでしょう、ちょっと新人では荷が重いところもあるのか。ああちょっと今ロープに貼り付けにして、はい、あ、そして
チェンジって言ってましたね、今ね、中西選手が。これ本当はね、タッグですからタッチをしないとあの権利は移らないんですが、はい、タッチしてなくてね、今入れ替わってますね、はい、今うまくレフェリーが見てない隙をついて、そしてローリングクレイドル、あーこれ目もありますね、回していきますぐいぐい中西、はい、これ回れば回るほどね、本当にね目もありますからね、まだ回す、まだ回す、ちょっと直選手心配ですね、まだ行きます、まだ止まらない、まだ止まらない、ぐい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 と回してまいります、ああまだ回るんですかこれ、止まらないローリングクレイドラー、これもう直選手漫画だったら目が渦巻きになってますね、これ全くとどまることを知りません、一体何回転してしまうんでしょうか、まだ行く、ああフォール、ここでフォール、カウントが入るぞ、どうか、なんとかカウント2でエブリバディが返しましたが、おっとこれはもう両者大丈夫か、両者大丈夫か、やってる方も目もありますね、グイグイ中西はダメだ、立てない、エブリバディナオは、エブリバディナオはダメだ、立てない、中西立てない、中西選手これ一回立ってないですか、一回ね立つんですけどね、一回立つんですけど、立つんですけど、あダメですね、ダメですね、いやなかなかこう科学だけでは説明できないような三半規管の乱れというのもあるようです、そして背中へ強烈なストンピング、しかし見舞っていったグイグイ中西、ようやく落ち着きを取り戻してきたか、そしてミラクル静香へとタッチを行います、ミラクル静香はマイケル下口にまつかかっていきました、あこれ2人でですね、ダメですね、1人引っ込まないとダメですね、ロープに振って帰ってくるところ、上を飛び越えさせる、そしてアームホイップで倒した、ダメージを与えておいて2人がかり、ミラクル静香が足を振り、ぐいぐい中西持ち上げる、2人でいった、顔フェースバスター、そのまま返せ返せ、なんとかカウント2、はい、いやエブリバディなおもうちょっとどうでしょう、苦しい時間が続きます、苦しいですね、タッチしたいですねこれ、はい、これね2人入ってますからね、はい、ずるいですねこれ、いやそして今タッチするもんならしてみろよというような余裕の表情も見えました、グイグイ中西、剣の上にマイケルがナオちゃんコールを要求してますね、ナオちゃんナオちゃんエブリバディナオに向かってなんですが、ナオちゃんナオちゃん、どうかこの声援力に変えられるか、この声は届いているか、いやもう踏みつきがひどいですねこれ本当にね、いや踏みにじるような格好になりました、グイグイ中西、なんとか返したいエブリバディナオですが、二人に捕まってしまう、返した、蹴りを返した、振りほどいた、バックエルボー、そして二人とも抱えてまとめて出てきて、リバース成長をまとめて DDT 叩きつけた、そしてついにタッチがつながった、マイケル下口が入ってきました、ローリングエルボーどっかで見たことあるな、ボーリングするのエルボー、いやこの辺りは錦糸町道場に受け継がれる、まあ、伝統といいますかね、そうですね、おお抱え上げましたね、そしてロックロックに打ち捨てた、おなんだ、おっとなんだ、ムーンウォーカー、ムーンウォーカー、マイケルジャクソンにしか見えない、マイケルにしか見えないもう、まさにマイケル、そして膝を突き上げる、破壊力がすごいですね、まさにリングの上のスーパースターマイケル下口であります、お行く、おドン、これはあれですね、横山監督直伝の一つのスーパーキックですね、はい、ロングスピーチ横山から受け継がれし、そのスーパーキック狙っていく、さあマイケル下口が決めるのか、あー避けられた、いやここはしかしミラクル静香うまく払っていきました、そうな、振れてるまで振り返す、そしてニュートラルコーナーもう一度そこに突っ込んでいく、蹴り足出したのはミラクル静香です、ああそして蹴りの連打、さらに正面、そして小手連打からバックスピン結果、華麗な打撃の連打を見せましたミラクル静香です、やっぱねキックボクシングジム行ってますもんね、ああそうなんですね、本当ね、しかも手足も長いですからね、ここはその技の多彩さというのを見せてきましたミラクル静香です、お、そしてバックを取ってひねっていった、お大技狙った、頭刺さった、ミラクルフリクションか、なんだこれは、ミラクルフリクション叩きつけてカウントは
それでも返しますマイケル下口。下口選手頑張ってますね。新人のによく食らいついててますね。本当にこの2人にとっては、まあ、ある意味今日がデビュー戦ということになるわけですから、はい、そのリングの上でダース・ベイダーズを相手に堂々とした戦いぶり。吠えたミラクル静か。これが後楽園でも見せた。さあ狙っていくか、はい、MKO という必殺技につなげる前のですね、非常に奇妙な踊りですね。一撃必殺 MKO 狙いを定めていく。危ない。こらえた、こらえた。マイケル下口こらえた。そしてキッカー顔面スーパーキックきた。ようやく当たりましたね。ロングスピーチ横山直伝のスーパーキック。いやでもね、ミラクルフリクション食らってますからね。マイケル選手も厳しいですね、これね。ちょっと両者ともにダメージ大きいですね。タッチをつなげるかどうか。ダブルダウンだ。共にタッグパートナーがそれぞれのコーナーから手を差し伸べます。そこになんとかタッチをつないでいきたい。ここで両チームタッチがつながった。あーい、ナオちゃん行ってほしい。エブリバディ、ナオパンチはかわされる。髪を消す感じ。また髪を掴んで投げる。いや、髪は女性の命とも言われますが、汚い女だ。その髪をまた掴んで投げた。そしてお、髪の毛抜けたのか。あー、吹き飛ばした。それを投げた。毛玉にして投げた。どこに飛んだ。もう一度掴んで投げた。投げた。結構飛んだんでしょうか。結構抜けたんでしょうね、髪の毛。そしてリングの中央、もう一度エブリバディナオを捉えていく。グイグイ中西がグイグイドライバーを狙っていこうかというところ。逆にしかしエブリバディナオドリームキャスト、スピンキック見舞っていきました。そしてフォール、どうか。カウント2で返します。グイグイ中西、かっこいいキックでしたね今のね。いや、綺麗に決まりましたね、はい、くるりと回ってからの蹴り。おー、ナオ選手チャンス。さあこのチャンスを生かせるかエブリバディナオ。おお、そのまま反動をつけて丸め込んだ。ナオタニック、これがナオタニック。あー、惜しい。しかしミラクル静かカットに入ります。いや、ただミラノさん、これチャンスですね。チャンスです ね追い込んでますね。新人2人がダース・ベイダーズの2人を追い込んでいます。しっかり攻撃続けるのか。ニュートラルコーナー対角線に分かれた2人、溜めを作ってダブルでいった。頭揺れた今。挟み撃ちのスーパーキック。さあ勝った。どうだ。返します。ぐいぐい中西。惜しいな。なんとか返した。カウント2ギリギリのところ。いやでもこれ不安ですよ。いや、これはもうチャンスです。デビュー戦で大金星、そのチャンスが巡ってきたエブリバディナオ。さあ行くぞ、ナオタニックで決めに行く。あー、もう一回いった。あー、いや、しかしグイグイ中西が上から押さえてる。返した、逆に丸め込んでどうか。なんとかここはエブリバディナオも振りほどいていきました。ロープから返った。危ない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 。あ、そしてスクールボーイ、レフェリーを使ってからのスクールボーイ。汚いな。それでもなんとかカウント2、懸命に逃れるエブリバディナオ。あー、目つかれた。目つぶし、チンプラッシャー、足を払った。ひどい。そして足音の字からジャックダウン式エビ固め。ああ、最後はカウント3つ取ったのはグイグイ中西。うわ、惜しいな。ダース・ベイダーズは薄氷の勝利。いや、これもう勝ったと思ったんですけどね、ナオ選手。おい、今回はこのくらいで勘弁してやるよ。おお、なんだ、上から目線だ。いや、ギリギリでしたよね。めっちゃ目の前で倒れてますから、フラフラですよ。あ、もうダメージはあるんだけども、はい、いやー、ただ言葉だけは上から目線。いや、二人ともフラフラです、ダース・ベイダーズ。なんとか最後、辛くも勝利をつかんだということになりました。ありがとうございます。私たちはまだまだでしたが、すごくすごくプロレス楽しかったです。私たちの力で錦糸町道場、そしてワールドアイドルプロレスリング、もっともっと上を目指して盛り上げていけるようにチャレンジし続けたいです。このリングは、このリングも私たちが生きる場所だから、もっともっと
チャレンジし続けてもいいですか？ありがとうございました。いや、新人とは思えなかったですけどね。いや、本当に惜しかった。あのダース・ベイダーズの2人をあと一歩まで追い込みました。エブリバディ・ナオ、そしてマイケル・下口。チャレンジし続けていいですかという言葉がありました。もちろんですという観客の声援、この先の戦いにも期待しましょう。WIP クイーンダムサードバトル。チェリー宮脇がいない間、錦糸町道場は私が守る。復活、魅惑の果実、ストロベリー向井地。やっぱり私のプロレスの原点はここ錦糸町道場なので、困ってる横山さんのため、そして仲間のために助けてやろうかなって思って帰ってきてやったんだ。帰ってきたんです。共に戦うメンバーは、一人吹奏楽団サックス古畑、無敗でごめんマックス中井、そして IQ2 万プロフェッサー滝田。対するはマックス中井の因縁の相手、狂犬軍団マッドドックス。エプロンサイドの大悪党、マッドドッグ宮崎。驚愕の台湾留学生、おったまげマ。決死の一本釣り、カツオ広瀬。マッドドックスに新メンバーが入ったんで、今日はそいつを紹介してやるよ。おい出てこい、おいおいおい。リングの上では私の左上に立つな、左上せいちゃん。 8.29 では反則負けの汚名を着せられたマッドドッグ宮崎のマックス中井への怒りは収まらない。おい長い、前回はよくもやってくれたな、今回は絶対ぶっ潰してやる。宮崎さん、ああマッドドッグさん怖マックス中井の無敗神話が続くのか、マッドドッグスがリベンジを果たすのか、勝つのはどっちだ。青コーナーよりマッドドッグス、左上せいちゃん、おったまげんま、カツオ広瀬、マッドドッグ宮崎組の入場です。因縁の相手を今日こそ、今日こそは仕留めることはできるでしょうか。サードバトル、先に入場するのは白金ジム、マッドドッグスのメンバーです。先頭にマッドドッグスのお頭、マッドドッグ宮崎。新戦力、左上せいちゃんが加わり、勢力を拡大した荒ぶる刀剣軍団。前回の後楽園大会ではマックス中井にしてやられましたマッドドッグス、大観衆の前で大恥をかかされました。今日はここ愛知の舞台で後楽園での屈辱を清算することができるのか。白金ジムの不良軍団マッドドックス、たまりにたまったストレス、フラストレーションをこのリングで爆発させます。恐ろしい表情でリングに上がりましたマッドドックスの4人です。変わりまして、赤コーナーより錦糸町道場、マックス中井、プロフェッサー滝田、サックス古畑、ストロベリー向井口の入場です。赤コーナーからは錦糸町道場のメンバーが登場します。チェリー宮脇が行方不明となり、戦力ダウンが心配された錦糸町道場、その窮地を救うため宮脇の親友向井口が、ストロベリー向井口としてかつての場所に戻ってきました。そのそばには共にプロレスを始めたサックス古畑もいます。自身のプロレスの原点となった錦糸町道場、今こそヒールで学んだその経験を生かす時がやってきました。多くの歓声に包まれています。
錦糸町道場と白金ジムの全面戦争となったサードバトル。さあ後楽園に続いて錦糸町道場がマッドドックスから2連勝なるでしょうか。第3試合8人タッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー白金ジムマッドドックス、リングの上では私の左上に立つな、左上せいちゃん、ユニットの新戦力です。左上せいちゃん、これやはり左上ってことなんですかね。放送席から見ると左上ですね、はい、ただ見る方向によって違いますけどね。普通相手のコーナーに行かないんですけどね、そんだけ左上に立ちたいんでしょうね。挑発的な態度。今日の台湾留学生おたまげまー、前回は見た目と実力の差で会場がおったまげました。今回はどんな進化遂げたでしょうか。おったまげま決死の一本釣りカツオ広瀬、マッドドックスの用心棒ユニット1の武闘派カツオ広瀬、エプロンサイドの大悪党マッドドック宮崎、パイプ椅子を持ってドンと構えます。マッドドックスの司令塔マッドドック宮崎、おっとマッドドックス中井に やはり狙ってますね。狙ってますね、後楽園の恨みがありますね。去年の8月このマックス中井にしてやられましたマッドドック宮崎。金賞道場無敗でごめんマックス中井、ここまで奇跡の2戦無敗。去年後楽園では劇的な頭脳プレーで勝利をつかみましたマックス中井。 IQ2 万プロフェッサー滝田、その頭脳をどうプロレスに生かすのか、体と頭をフル回転させますプロフェッサー滝田。一人吹奏楽団サックス古畑、サックスとプロレス同じくらい好きだと話しましたサックス古畑、愛知県出身。復活魅惑の果実ストロベリー向井地、さあ錦糸町道場のピンチを救えるでしょうか。かつての姿に戻りましたストロベリー向井地。サードバトル8人の選手がリングに出揃いました。いやそれにしてもミラノさん、はい、マッドドックスはこう貫禄ありますね。そうですね、こう悪さがね、もう本当ね軍団長の顔からにじみ出てるじゃないですか。でもなかなかコーナーにも下がらないしね。そうですね、はい、この椅子ですよね、この椅子を持ってきてるっていうのがこうどう使ってくるのか。そうですね、あれでぶっ叩こうってね、はい、本当思ってるんでしょうね。いやまずは赤コーナーからはプロフェッサー滝田が先発が決まっています、うん、対する青コーナーマッドドックスからはカツオ広瀬という顔合わせでスタートしそうです。今サードバトルがスタートしました。いやミラノさん、このカツオ広瀬ですけども前回大会のインパクト大きかったですよね。そうですね、やっぱりこうパワーありますからね、はい、でマッドドックスの中でもかなり強いんですからね、うん。さあまずはこのカツオ広瀬がやはりパワーで押してますね。プロフェッサー滝田をロープ際まで追い込んでいます。ロープに触れたんで離さないといけないですね。さあルールを守るかしっかりと、はい、あレフェリーが数えました、4つで離しましたね。さあ振っていきます。いやいきなり見せていきましたフライングラリアット、これ得意技ですよね。そうですね、腕でね相手の胸首を狩る技ですね。早くもカツオ広瀬がその実力を見せつけています。ただ滝田選手もね頭を使ってきますからね。いやおーおー、華麗に避けました。ノーバディキャッチミー、誰も捕まえることはできない。 IQ2 万ありますプロフェッサー滝田、ロープの使い方やっぱうまいですよね。お手拍子を要求してる。さあここは会場の声援を味方につけてプロフェッサー滝田がロープを使って投げていく。運動神経いいな。お見事、もういろんなロープの使い方ありますね、ロープ職人プロフェッサー滝田。来たここで
ここで来ました、ストロベリー向井地戻ってきましたね。ブラックベリー全然ないですね。はい、完全にストロベリー向井地として戻ってきました。お、宮崎選手はタッチを拒否したようですね。で、おったまげま、お前が行けと言ってみたいですね。古文に指示を出しました、はい、マッドドッグ宮崎です。お、そう、このおったまげま気合が入ってますね。前回大会ではあまりいいところはありませんでした。向かっていく、止めた止めた、なんだミラノさん、これ何ですか。わかんないです、なんだこれ。壁、壁ができたんですか。相手が来ないように壁を作ったのかもしれないですね。もうお前はこっちに来られないと、OK ですと。壁ができましたと言ってますね。ということは、向井地は、いや、ない、スルーです、スルーです、何もできていませんでした。残念ながら、それはそうだ、まあ、何もありませんもんね。何もないですよ。そしてタッチを交わしました、左上せいちゃんですか。私が壁を作ります。え、左上せいちゃんも作るんですか。なあ、マットドックス頭大丈夫か。いや、ただこの作り方を見ていますと、さほどおったまげまとは差はないように見えるが、拭いてる、磨いてますね。確かに視界は良好です。お、そう、これは壁があるということなんですかね。壁ができたと言ってますよ。対角線のサックス古畑、地元愛知県出身。お、古畑選手が、古畑はどうする。壁、おっと、お、頭をぶつけた。壁がある。いやいやいや、壁ができました。リングの中央、古畑選手が、せいちゃんが壁を作りました。この子は作れるんだ。そうですね、おったまげまは作れませんが、左上せいちゃんは壁を作れるということが今分かりました。ただ、あ、スライドはできるんですね。あ、残念ながらスライドはできました。サックス古畑締めた。自らの柵に溺れました、左上せいちゃん。もうでも壁作れるってすごいですね。すごいですね、はい、そこは一つちょっと褒めたたえたいところではありますが、はい、壁をどかしましたね、今、はい、壁をどかしましたね、サックス旗が、はい、お、二人でおたまげまを捉えていく、なんで倒します。久しぶりの金賞の ね、この二人の組み合わせですね。共にプロレスを始めた二人です。そしてマックス中井が入ってきたということは、おったまげまだったら私がやれると思ったんだけど、宮崎だ。ここはマッドドッグ宮崎も狙っています。いや、この二人になりますからね、はい、前回大会では椅子を使ってしてやられましたマッドドッグ宮崎。戦いますかね、かなり怖がってます。あ、レフェリーにあなたが言ってと言ってますね。そうですね、はい、リングの中には2人しかいません。マックス中井とマッドドッグ宮崎、腰が引けてるね。散々いじめてきましたからね、マックス中井のことを。あ、逃げようとしたけど、逃がさない、逃がさない。マックス中井に対しては強気でいきます。こいつぶん投げんぞ。お、ぶん投げる。おっと、大丈夫かマックス中井。さあ、ここで持ち上げられてしまうのか。あれ、マックス中井も投げられないですね。意外と一人じゃ無理なんですかね。そうですね、あの、呼びましたね、応援。2対1ということになりましたが、ただつく方向間違えてませんか、これ。ちょっとたまげまは、はい、あ、間違えちゃった、はい、あれ、マックス中井もまた食らうんだ。さあ、2対1ですね。ようやくこれで正式な2対1、はいはい、それでも上げれないの。いや、これ2人がかりで1人を持ち上げようとしてるんですが、その隙にプロフェッサー滝田が入ってきました。2対2、これで2対2ですね。さあ、どちらの力が上を行くのか。マッドドッグ宮崎もう1人追加します。左上せいちゃんが加わった。せいちゃんはなんとか自分のサイドに入りました。3対2。そうですね、頭いいですね、はい、壁も作れます、はい、3対2だけど上げられない、立ち上がりませんね、はい、3対3となりました。人数は互角、あとはパワーどちらが上を行くのかというところ。うん、ちょっと上がんないな、もう。いや、上がりませんね、拮抗しています。いや、ただカツオ広瀬が入れば、そうですね、はい、4対3でこれなら、あ、それでも持ち上がるんですけどね、ちょっとも上がるんですけどね、はい、足は浮いているんですが、最後に入ってきた、あ、4-4だよ、ストロベリー向井地、これで4対4。え、あ、ちょっと長時間やってたら腰に来た。マットドッグ宮崎、あーってことは4対3だから、4対3で投げられちゃいました。いや、これマットドッグ宮崎が仕掛けてね、お前ら来いよと呼び込んだんですが、はい、真っ先に抜けました。長時間ずっとあの体勢でしたからね、腰に来てますね。ただこれには味方もちょっと怒った様子、怒ってます。
宮崎さんの手で投げられたんですから、ね、あー隙がある。そうですね、ここは4人でストンピング打ち込んでいきます。いやただこれは仲間割れだ。宮崎選手の手で投げられたからね。ふざけんなと、はい、あんたの腰が弱いばっかりに。起き上がりました。怒ってる。ちょっとユニットの信頼関係が奇特なんですよね。何やってんだよ。ここはどうでしょうか。やはりここは親分の意地を見せます。なんとか従いました。そしてストロベリー向井地が向かっていく。捉えた。真剣白羽取りです。捉えました。ここは集中力の高さを見せます。この選手強いんだか弱いんだか分かんないですね。一発腕折り、ここまではいい流れを作っています、はい、そして勝尾広瀬が入ってきました。お今おったまげまに登れってことなんですかね。登れってことですね。攻撃をさせる、でもおったまげまってあの高所恐怖症で。あそうなんですか。ただ大丈夫ですかね。最初リングで練習した時もリングの高さが怖くて泣いちゃったんですよね、やはりこれ無理ですか。ちょっと無理。一種のパワハラですね。パワハラですね、はい、無理そうだ。もうダメだとなると自ら行くんですか。いやザコドック宮崎がおったまげまにザコと一声かけて、さあただ足がガクガク震えてる。震えてる。大丈夫か。大丈夫か。セカンドロープにまでは足はかかった。トップロープまでいけるか。よし大丈夫か。左足かかった。ただここを狙っていた。ーロープが揺れる。金賞が揺らしてる。金賞が揺らした。高いところでロープが揺れた。頭をしこたまマットにぶつけて。ブラックベリーが出てますね。そうですね、一瞬そんな姿も垣間見えました。おそしてマックス中井が仕留めるか。仕留めるか。ドクラッチ仕留めるか。あ危ない。いやカウント 2.9。 いやでも、まあ、宮崎選手にはあんまりダメージはないですからね、抑えられただけです。ただ捕まってしまったマックス中井、腕を破壊する。泣き叫んでます。あこれやばいじゃないですか。いやー他のメンバーも分断されています。狙ってる。これはピンチだ。マッドドッグ宮崎が勢いをつける。まさか。なんだなんだ。あ透明な壁がそこにある。ここに来て壁があった。透明な壁がそこにあった。まさかの壁。なんかある。なんだ壁がある。左上せいちゃんの設置した壁に壁頭をぶつけた。そして今レフェリーが移動してますね。中井が今レフェリーが移動してますよ。はい、その隙に椅子をかぶったマックス中井。さあレフェリーがこれ今反則アピールしてるわけですね。これ椅子で殴っただろうって。殴ってますもんね。殴ったように見えますね。レフェリーがちょっと、レフェリーはどう判断するのか。ミスター村杉どう判断する。これはこれは反則。反則だ。今日もまたしてもマッドドッグ宮崎反則負け。勝者マックス中井。マックス中井参戦無敗、また記録を伸ばしました。マジか。ただこれ椅子持ち込んだのはマトロック宮崎ですからね、はいはい、ありがとうございます。これで無線の3連勝です。無線無敗でしょ。そうですね、ちょっと違いましたね、はい、無敗の3連勝で、はい、まあでもね、あの錦糸町道場にチェリー宮脇さんが いなくなっちゃったんで、あの今錦糸町道場で私が一番可愛いってことになってます。そうなんですか。いやー分かんないです。あ怒ってる怒ってる。あ向井地さんは2番目に可愛い。あ2番目なんですね。トップは譲らない。一つ話があるんですけど、昨日、うん、私の親友のチェリー宮脇ことさくらから連絡がありました。おお。どこにいるのって聞いたらタコスの写真が送られてきました。なので多分さくら今メキシコにいます。あだからお前ら心配すんじゃねえぞ。間違えました。心配しないでください。さくら大好き。なんとかフォローしましたね、はい、ブラックベリーが漏れますね、やっぱり、ね。いやいや、ただミラノさん、今日もマックス中井が制しました。いやでもあの壁作ったのは左上せいちゃんですからね。左上せいちゃんの壁で宮崎選手がやられちゃったって感じですね。ただマッドドックスはこう毎回自らの策に溺れて敗北すること多いですよね。そうですね、なんかもう自動的に宮崎選手が負けにいってる感じしますね。負けにいってる、はい、今日はその中でマックス中井
3戦無敗と記録を伸ばしました。今日もまたこの愛知県体育館で美味しいところ全部持っていきました。皆さん、WIP クイーンダム楽しんでいらっしゃいますか？ありがとうございます。まあ私も見てて今の第3試合でかなり和みました。この名古屋で豆腐プロレスもちろん初めてやっております。プロレス自体初めて生で見るというお客さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。私の席からいろんな声援混じってささやきも聞こえてまいります。まあ、今の第3試合は置いといても1試合目2試合目の途中で今のは本当に痛いんじゃないかなんて声が聞こえてきました。言っておきます、本当に痛いんです。彼女たちはこのリングに上がるため本当に過酷な練習を積んできました。皆さんどうか引き続き熱い声援よろしくお願いいたします。さてさて、こっからの2試合は WIP に新設されたこの新しいベルトをかけての戦いになるんです。題しまして WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメントです。WIP の最高峰のチャンピオンベルトはもうトップ中のトップしか挑戦ができない、いわば至高の王座です。片やこれインターコンチネンタル王座は挑戦者の範囲を少し広げました。つまり何らかの秀でた能力または今この時代の勢いに乗った選手が挑戦できる登竜門的なベルトなんです。今回このベルトにふさわしい4人の実力者を選び抜きました。ご覧ください。 WIP 随一の関節技の使い手ディーバ・オダエリ、全てが規格外の怪物ジャンボ佐藤、変幻自在のアクロバット女王コマネチ湯本、そして白金ジム次期エースを狙うヤバクネ谷口。皆さん今日は1回戦です。そしてまだ何も発表になってませんが次回大会で決勝戦を行い、そこで勝った者が新しいこの称号を得るということになっております。間違いなく選手は気合が入っております。どうぞご期待ください。WIP クイーンダムフォースバトル、 WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメント1回戦第1試合、オーピアンスタイルだ。 WIP 随一の関節技の使い手歌姫エリエリオーディーバ小田エリ、参加賞同時に攻めていく。前回大会からさらに磨きをかけた得意の関節技で初代王者を目指す。全てが規格外のモンスター、前回大会であのイケメンモモカを苦しめた規格外のパワーを武器に頂点を目指す、スマッシュジャンボ佐藤。相手が誰だろうとひねり潰せばいいんですよ。
ベルトは誰にも渡しません。勝って決勝に進むのはどっちだ。青コーナーより白金チーム、ジャンボ佐藤選手の入場です。ホースバトルは WIP に新しく設定されたベルト、インターコンチネンタルの王者決定トーナメント1回戦になります。青コーナー、身長170センチ、WIP の選手の中で最も身長の高いジャンボ佐藤が入場してきます。去年の後楽園大会では7人が時間差で登場してくるバトルロイヤルに参加し、左上聖ちゃん、ボイス山田、サックス古畑、そして滝田と4人を倒す圧倒的なパワーを見せつけました。今回はその戦いが矢崎オーナーの目に留まって出場選手枠を獲得しましたが、さあ対戦相手、関節技のスペシャリストディーバ小田えり、パワーサッポーで勝利をつかむことはできるんでしょうか。王が出ました。王が入った。王出ましたね、はい、拳を突き上げたらもう王って言ってほしいですね、はい、皆さんに、はい、変わりまして赤コーナーより白金ジム、ディーバ小田えり選手の入場です。WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメント1回戦、ジャンボ佐藤の対戦相手は同じく白金ジム所属の歌姫ディーバ小田えり。去年の後楽園大会ではヤバクネ谷口とタッグを組んで WIP タッグ王座の次期挑戦権をかけて錦糸町道場のシャーク小宮山、モーモー川本と対戦し、勝つことはできませんでしたが、その関節技サブミッションの非凡な才能を見せてくれました。インターコンチネンタルという新しい時代のベルトを争う資格を認められた。さあこのディーバ小田えり、パワーで押す佐藤に対してどんな技で対抗するんでしょうか。第4試合 WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメント1回戦第1試合、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー白金ジム、スマッシュジャンボスタート。王です。全てにおいて規格外、ジャンボ佐藤。赤コーナー白金ジム、歌姫エリエリオウ、ディーバー小田えり。この半年間でさらに関節技に磨きをかけてきましたディーバー小田えり。いやー、しかし紙テープは本当に多いですね。すごいですね、はい、まだこれちょうど試合の中盤なんですけれども、すでにこのリング下、はい、もういっぱいになってますよ。そうですね、はい、もうシュレッダーだったらもう、処理できない分量になってますけどね。それくらいね、ファンの皆様が熱いところですね、はい、さあしかしこの名古屋のお客様の熱い声援とは対照的なクールな表情のこの2人、うん、関節のテクニック対パワーって感じですね、はい、さあパワーが圧倒するのか、関節がそのパワーを凌駕するのか。非常にクールなこの立ち上がり。握手しないですね、しませんね、はい、さあおっと一気にいた、飛びついて腕しぎ、飛びつき腕しぎ逆陣、一気に行きました。これ一発でね、関節決まるともう本当にギブアップですからね。先ほどのクールな表情はフェイクだったんでしょうか、はい、この腕が伸びきるともう肘の靭帯とか肘関節やられますからね、はい、なんとかパワーで、あーさあ佐藤の右肘が、これ決まるじゃないですか、伸びそうだ、決まってもおかしくないですね。さあしかし、あーロープ、こうなると一回離れないといけないですね、はい、
いやしかし一気に主導権を握っていきましたディーバおだえり。皆さん飛びつきの腕しぎですか。しかもめちゃめちゃ高いところから飛びついてきましたね、はい、しかしここはパワーで佐藤が押す、はい、いやしかしおだえりも身長165ありますからね、はい、それでも圧倒されるジャンボ佐藤のこのパワーです、はい、あーでもちょっとやっぱ肘気にしてますね。そうですね。さあそしてパワー勝負を避けたいおだえりがエプロンサイドまで逃げようとするんですが、あー捕まった。いやトップローブ越しこの辺迫力がありますジャンボ佐藤。うわーエルボー危ない。本当にパワーあるな。さあトップロープをなんとか掴んで落下だけは避けているおだえりですが、佐藤選手はね、はい、プロレスやる前はテニスの選手でインターハイ行ってますからね、避けて避けて、ここで飛び腕十字ですね。そのまま腕しぎまた右手を取っている。ただこれロープやってるから5秒以内に離さないといけない、はいはい、あそうですね。いやこの体勢からも腕しぎ、おこの辺はちょっとおだえりっぽさが出てきましたね、はい、関節の技術がすごいですね、はい。さあさらにおーっと攻め続ける右腕を取る、ゴワッ、また肘を逆の方向から打ちつけていきます。これ後楽園でもね、はい、前回の後楽園でもシャーク小宮山選手の腕を、はい、もう本当にボコボコにしましたね。そうでしたよね。ですからやっぱりこうパワーで対抗できない分、はい、こういう関節とかを狙っていくとですね、まあ、一発で決めることができる場合がありますからね、はいはい。さらにそのジャンボ佐藤の右腕への攻撃は続きます。これこう一回曲げてからこう引き抜くようにするとこう肩関節、腕、肘がねこう抜けるような感じになるんですよね。そうですよね。これお客さんもちょっと本当にリアルに痛そうだっていう感じで引いちゃってるんでしょうかね。なんかちょっとねこれやばいぞっていう感じでしょうね、はい。さすがねベルトかかってるトーナメントですよ。そうですね、はい、新設されたインターコンチネンタルの初代王者を決めるそのトーナメントです。おおボディスラム。おおでも手は痛いね。手は痛い。パワー強いやんこの人。痛めているその右手で軽々とお代理を抱え上げていきました佐藤。さあ立ち上がるところ、なんか喋りながら行きましたよ、はい、なんて喋ってんの。さあ振りますがちょっとパワーが足りないから逆にアームホイップ。そのまま腕を取るか。え、そのまま足で関節を取っています。あこれもね手を使わずに足でテコの原理で肩を支点にして手首を決めて、これもあの肘が伸びてますからね、肘が逆に曲がるような感じになってますから。そうですよね。で足ってあの手よりも力強いですからね、はい、お手の力の6倍はあると言われているその足を使っての関節技でした。そしてトップロープからまた右手踏んだフットスタンプ。ちょっと気づかなかったですかね佐藤選手ね、さあ徹底してその佐藤のパワーを封じ込めようと。うわなんか変な風に曲がってる、変な風に曲がってる。あ肘それは変な風にも手首も変な風に、踏んだ痛い。すごいですねこの人。いやいや情け容赦ありません。あの本当に人の関節が好きでしょうがないと言ってましたからね。関節を見ると決めたくなると。いやさらにこの半年でまたレベルアップしてきましたね。おお来いよと言ってます。もっと来いよ。おおもっと来いよ、あえて要求してる。ああ蹴り、さすがに高さそしてパワーがありますビッグブーツ。さあ、お佐藤追いかけ、新ショック膝が胃袋に入っていきました。いや、今の音がすごかったですね、ぐちゃってお腹の音が聞こえて。さあ、ここで流れを引き寄せることができるんでしょうか、ザンボ佐藤。おお入った。おおまた王が出ました。いや、腕痛いはずだけど頑張ってますね、痛い右腕を突き上げて、さあ、ロープ返ってくるところ、ジャンピングに顔当たったんじゃないかな。さあ、カバーに入った。あーなんとか返した。カウント5分経過。いやー5分にしてはちょっと濃密すぎる展開ですね、ただやっぱりこの辺のジャンピングにパワーありますね。パワーあるしやっぱ手がダメだから足でね、はい、活動を見なそうと。あバックダブル袖投げる。得意の
ああ、こられてる。へそで投げるバックドロップを狙っていきますが、やっぱ腕に力入んないのかな。さすがにここもね、技を受けてはいけないというお代理のそのディフェンスですが、怒ってる怒ってる。お代理の表情がまた怖い。おい、佐藤も痛む右腕でいく。さあ今のは決まったか。おい、さらに振りかぶっていった。あー、やっぱパワーの差だ、一発一発の重さが違いますね。見て痛いんだろうけど、はい、その痛みをこらえてエルボー、お代理の動きを止めます。数でいく、数でいく、今度は数でいく、距離を取って、あー、決まった、ジャンピングリーダー。あー、でも立ってくる。おお、さあもう一度距離を取る、ラリアット、ジャンボラリアット、まともに受けてしまった、ジャンボラリアット。さあそしてカバーは、会社、これもカウント2。いやー、すごいね、上から叩きつけましたね。はい、もう腕痛いんだろうけど、そんなのお構いなしにぶち込んでいきますね、はい。まあ、やはり佐藤の持ち味はこのパワー、もう痛いなんて言ってられない、そんなその気持ちの伝わるラリアットでした。投げてやるよ。さあ、あ、決めるか、一気に来るか、狙ってる、バックドロップいくか、これが、ああ、これる、これが決まれば佐藤有利になりますが、やっぱこれだけはね、食らいたくないんでしょうね、はい。ああ、力入る。さあ、ちょっとね、右のロックがね、引っ込んでいってる、右のロックどうだ、お、飛びついて、え、そこから腕決める、そこから腕を決めるか、立ち関節技ですね、これね。またここで肩と肘が決まっている。いや、しかし、なんとパワーで叩きつけました。マジか、これ、あー、やばいやばい。さあ今度は、今度は、今度こそか、やばい、今度こそか、いけるのか、いけるのか、佐藤ぶっこ抜いた、バックドロップ、あー、カバー行きたいけど腕痛い、あ、一気にここで決めたい佐藤、腕痛い、いけるか、カバー入れるか、カバーしろ、カバー入った、ワン、ツー、さあ、こうした、 2.9、 これ入ってもおかしくないですね。お代理返した、あのバックドロップを食らって、なおも返します、ディーバ、お代理。だからもう腕痛くなかったらすぐカバーいけたら3入ってましたよね、間違いなくね。おっと、今度は佐藤がエプロンサイド上がって、おお、入った。さあ今度は何を要求する、ポンポンポン、手拍子を要求します、手拍子を要求して、170プラストップロープ、その高さから何を繰り出すんだ、叩きつけた、ジャンボラリアット、トップコーナーからですね、トップロープからのジャンピングジャンボラリアット、強い、さあ決めるか、さあ決めるか、強い、あー、おお、あっと、そこからまた左で、今度は左手を取った、で左手を取りました、右手を取りたい、そして右手も、右手取りたい、同時に決めていくのか、あー、右腕取った、これ後楽園の小宮山戦でも決めた技ですね。そうですね、お台ブレイクアームバー、足で逃げようとしてるけど、あーやばい、さあブレイクアームバーとプラス足関節、やばい、これ捕まったら逃れられないでしょ、もうこの体勢、あー、反った反った反った、やばい、もっといけない角度が曲がっている、どうだ、耐えられるか、耐えられるか、どうだどうだ、あー、ここでギブアップ、ギブアップ、9分8秒、勝者ディーバーお代理、一発逆転、最後はお代理ブレイクスアームバー、足関節まで取って3箇所を同時に攻めるという高度な関節技、見事ギブアップを奪ってインターコンチネンタル王者決定トーナメント優勝決定戦進出を決めました。もう一番最初のね、腕からの布石、飛びつき逆十字でもとことん腕を攻めていった、それが最後につながった感じですよね、はい。あー、でも良かったですね、佐藤選手もね、良かった、すごい試合でしたね。本当にどちらが勝ってもおかしくないこの新設インターコンチネンタルのベルトかけたフレッシュな戦い、見事な試合でした。まあね、勝ったお代理も本当にかなりダメージ受けてますからね。ダメージ受けてますよ、フロンがしてんじゃないですか、はい。さあお代理がマイクを持っています。14号を制す、そして私にも考えがある。
以上。おお、なんだ、含みありますね。なんでしょうね、なんでしょう、私にも考えがあると宣言しておいて以上。うん、なんか結構決勝トーナメントに向けてね、はい、なんか考えがあるのか、いやーでもすごい試合でしたね、はい、関節技対パワー、まあ、まさに今本人言ってましたけれども、10よく5を制す、はい、ジャンボ佐藤のそのパワー殺法、見事関節で取ってギブアップ勝ち、決勝進出を果たしましたディーバ小田井です。おリフスバトル WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメント1回戦第2試合、空中の支配者コマネチユモト、数々の強敵を葬ってきた変幻自在のアクロバット女王が、その美しい空中殺法で王者の座を目指す。余裕で勝てます。白金ジム次期エースは私だ。強烈なインパクトを残した前回大会から半年、過酷なトレーニングでさらなる強さを手に入れたエース候補が下克上を狙う。魂のクールビューティー、ヤバくね谷口。チャンピオンベルト任せていただきます。待って、決勝に進むのはどっちだ。青コーナーより白金ジム、ヤバくね谷口選手の入場です。WIP インターコンチネンタル王者決定トーナメント1回戦、初代女王に輝くのは一体誰なのか。青コーナーからは白金ジムの次期エースとの呼び声高いヤバくね谷口。趣味はトレーニングとプロレス観戦。このトーナメントに全てをかけてきました。引き締まった表情、クールな表情。ヤバくね谷口は言いました。強い者が勝つんじゃない、勝った者が強いんだと。勝利、結果にとことんこだわります。ここから谷口の時代が始まるのか。次期エースとしてファンから谷口ヤバくねとインパクトを残すことができるでしょうか。変わりまして、赤コーナーより白金ジム、コマネチユモト選手の入場です。赤コーナーからも実力者の登場です。見る者を魅了する華麗な空中殺法、空飛ぶ妖精コマネチユモト。空中の支配者が今日もここ愛知県体育館の空間を駆け回る。 WIP ワールドアイドルプロレスリングの中で湯本にしかできないアクロバットなプロレスを披露します。1秒も目を離さずに見ていてほしい、コマネチ湯本の言葉です。さあ、その湯本を見つめるファンのその視線の先にはWIP の頂点が待っているのでしょうか。第5試合 WIP インターコンチネンタル王座決定トーナメント1回戦第2試合、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー白金ジム、魂のクールビューティー、ヤバくねの上に上がっています。ヤバくね谷口、胸の内に秘めた熱い思いをこのリングの上で表現します。赤コーナー白金ジム、空中の支配者コマネチユモト。唯一無二の空中殺法コマネチユモト。さあ、トーナメント1回戦、白金ジム同士の同門対決となりました。決勝に進むのは一体どちらか。次期
エース候補としてこの舞台に上がっています。ヤバクネ谷口、そしてアクロバットな身体能力が認められてこのトーナメントにエントリーされました駒根千本、両者それぞれ持ち味を出してどんな戦い見せるのか。今フィフスバトルが始まりました。平野さん、まずはこう立ち上がりどんなところ注目されますか。そうですね、このシングルマッチですからね、はい、でこの自分の得意のアクロバット殺法とかを湯本選手はどのタイミングで繰り出していくのかですね。ロックアップ、谷口選手は相手がアクロバット得意っていうのは分かってるでしょうから、はい、そこをどう作戦を立てているのかですね。まずはリストの取り合いから、いや早くもこのアクロバットな身のこなし、あそこからもうなんか相手を回して腕取り返しましたね。左腕を締め上げています。はい、取り返しました。これ手首決まってますね。そしてヤバクネ谷口も、おーなんかこれランカシャスタイルですか。そうですね、ヨーロッパのプロレスのスタイルでね、うまく腕取り返しましたね。本当にこう基礎がしっかりできていないとできませんよね。そうですね、やっぱ運動神経もいいし、おなんだ、ここもバネを使って、おーアームホイップ、相手をカップランしてから投げてきますね。そしてスピード感が上がってきました。側転軽々とやるもんな。ヤバクネ谷口、ヤバクネ谷口も側転、なんだなんだ、華麗な身のこなし、側転の意地の張り合いだ。まずは側転で、いやただここはセカンドロープから投げていきました駒根千本。お飛ぶのか、いや駒根千本には場外に飛ぶ技もありますが、さあ飛んでいくのかというところ、ここはレスリーマン見極めましたね。そうですね、谷口選手も見えましたからね、はい、このスピード感の中にあって冷静さも見せました駒根千本。やっぱりこのアクロバットの攻防ではこう湯本選手が一枚上手なんですか ね、 そうですね、ペースを握ってますね。さあ谷口選手ちょっといろいろ考えてますかね。ここからヤバクネ谷口がどうこう駒根千の駒根千本の技に対応していくのか、はい、ちょっといろいろ考えて息を整えてね、こうペースを戻したいところですけども、両者の間に独特のこの間が生まれます、うん、あリングに入るときはこれ攻撃してはいけませんよね。まあ、隙ができるんですよね、リングに入るときって、はい、だからあただ足をすくっていく水面蹴り、あえて足をすくう、ね、攻撃もいちいちなんかこう身体能力高いとできない技ですよね、うん、再び腕を取りました。いくぞ、おさあここで、いやいやこの動き、いやミラノさん本当に身体能力高いですね。そしてカバーに入りました。さあまずカウントを取りに行く、ちょっとねペースが圧倒的に今湯本選手ですね、はい、ここまでは駒根千本がその自身の持ち味であるアクロバット殺法でヤバクネ谷口を追い込んでいます。これストレッチ技ですね、はい、両肩が決まってますね。でももっとですね腕を伸ばした方が両肩がこうまだ肘が曲がってますもんね、はい、曲がらない方向に入れられちゃうと、あちょっとやばいですね、肘が今伸びきりましたが、今そしてヤバクネ谷口がサードロープを目指します。はい、それでちょっとロープ近くなったんで首投げこらえてますね。前に投げてフライングメイヤーに行けるかというところ、こらえましたヤバクネ谷口。叫んだヤバクネ谷口がエルボー連打でいきました。あで今度こそ首投げ、首投げですね、フライングメイヤー、そして背中にサッカーボールキック、厳しい攻撃決まったと。いやこれ再び狙ってますか。そうですね、先ほどと同じ技ですよね、はい、だからこれもねもっとこう肩の方がグーって入ってくると、はいはい、もっと肩関節がちょっと厳しいんですけどね。いやだどう決まり具合どうですかこれ。ちょっと潰れてきましたね、潰れてきた潰れてきた潰れてきた、肩関節、そしてこの他もかなり関節きてますよね。ああこれ普通外れないですかこれ。いやただここはより厳しく駒根千本が飛び技だけではなくて関節技も見せていきます。これはヤバクネ谷口厳しくなったか。まあでもギブアップしなかったですね今ね、こらえました、はい、そしてそこから前転して丸め込んで、丸め込んでいって両肩がついているのでカウントが進みます。これフォール取りに来ましたね、あんな入り方もあるんですね。そうですね、なんかさっきのストレッチ技といい今の丸め込み方といい、はい、メキシコの技術の匂いがしますね。
ここまでは駒根千代本が試合を運んでいるか。ちょっと圧倒的になってきましたね。ただヤバくね、谷口も表情を一つ変えずに攻撃に耐え忍んでいます。もうこれね、ヤバくね谷口選手を応援する人はもうヤバくねっていうコールをねしてあげる。起きますかね。はい、はい、あーでも食った。さあここはスピードがあります駒根千代本が。おここはオーバーヘッドキックでいきました。ロープを見事に使って駒根千代本の頭を捉えました。なんとか一発返しましたね。でもね、攻撃散々食らってましたからね。ちょっと次の攻撃にすぐには移れないか。はい、ちょっと厳しいでしょうね。ただヤバくね谷口はこのチャンス逃したくないですよね。そうですね、次の畳みかけたいですね。トップロープリングで最も高いところに登った。振り返ったところ飛んでいく。アームホイップ背中を打ちつけましたね。両者大きなダメージをもらっています。さあこれその中でどちらが先に立ち上がるのか。そうですね、ただ圧倒的にダメージを受けているのは谷口選手ですからね、手数では。はい、まあ、厳しくなってきましたね。ここからやり返していけるのか、井本選手がそうさせないのか。やはりどちらもそのダメージ積み重なっているか。ただどちらが先に立ち上がるのか。谷口選手もきつそうだ。苦しい時間帯に入ってきました。ただヤバくね谷口が先に立ち上がったか。谷口コールも起こる中で一つ叫びを上げたヤバくねポーズ。さあここから回転して、そっから振り上げてキック、見事に叩き込んでいきました。ヤバくねキック、そこからカウント取りに行ってどうかというところ。どうしましたね。いや本当に両者も極限のところで戦ってますね。そうですね、消耗戦になってきましたね、はい、あーこれはそしてここから何を狙うか。ロックボトムを狙ってますね。ただ行かせない駒根千代本、距離を取った、スピードをつける、振っていく、セカンドロープ顔面打ち抜いた。さすがのもう空中の支配者駒根千代本、そして場外にヤバくね谷口が出たところで何かを駒根千代本が狙っている。何をするんだ、一体何をするんだ。飛んできた三角飛びのプランチャー。おー10点満点だよ。見事な技の完成度。いやこれ何メートル飛びましたかね。大体こう地面からねもう2メートル半で、そこの上をさらに飛んできますからね。ただこれ駒根千代本が次何かまた狙っています。狙ってますね。なんだ、場外で距離を取ってスライング式のドロップキック。滞空時間がありました。強い、ここまで圧倒的な試合になるとは想像していませんでした。ここまでは駒根千代本がそのアクロバットな身体能力でヤバくね谷口を圧倒しています。このポジションはコーナーに近づけたということは、これはミラノさん、はい、あの技ですね。得意技コマネジハネムーンムーンサルトですね。セカンドロープに足をかけました。ここから自らの代名詞、いやただここは行かせない。それを嫌がって蹴ってますね。ヤバくね谷口もこれをもらってはまずいとなんとか回避しました。体勢はちょっとムーンサルトじゃなくなりましたけどね。はい、あ、谷口選手も何か言ってますよ。さあ向かってきて、お一回フェイントを入れて、そして串刺しの状態、サッカーボールキックですね。背中に今度は見舞っていきました。いや谷口選手厳しいですね。ヤバくね谷口少し厳しい展開となったか。ここもエルボーを叩き込んでいきます。ちょっとヤバくね谷口の表情も苦しいか。エルボーをやられたらやり返す。いやここは同じ技で相手返してますね。そうですね、はい、意地の張り合いですね。もう序盤からの側転のやり合い。あそうですね、はい、そこからもう意地が張って、いややっぱ手数で湯本選手が圧倒的。ここもやはりエルボーでいきます。そしてエルボーをあえて真正面から受け止めるヤバくね谷口。ここもエルボー、どちらの思いが上を行く。声援も両選手を後押しします。いや譲りませんね本当に。さあ足を捉えて、
作っていきました。足キャッチして軸足ですね。それにスピンキック。さあ倒れたヤバくね谷口。いやーこう全て上行ってますね、はい、本選手が。そうですね、うん、ちょっとヤバくね谷口は苦しいか。なんだいやこれちょっと、いや笑ってますよ。この状況下でヤバくね谷口が笑っている。笑ってるんですかこれ。いやなんかゾクッと。試合の中では初めて見る表情ですね。そうですね、ゾクッとしますね。何かこうスイッチが入ったか。笑っている不敵だ。そこに間髪入れずエルボーを叩き込んでいく駒根中本。ドロップキック、カウンターで叩き込んでいきました。素晴らしいドロップキック。そして何かこう武者震いをするように天を仰いだヤバくね谷口。ペースが変わるか。何か試合の雰囲気が変わったように感じます。そしてドドンスズロン必殺技出すか、はい、ここから持ち上げて両膝に叩きつける技ですね。ただ駒根中本もここはなんとかこらえてエルボーで返していきます。必殺技こらえました。ああエルボーの打ち合いです。きついからね、嫌った。意地の張り合い、ラリアット避けて、ああ動くだけ。ただ肩口に叩きつけていきました。そしてここは駒根中本がハンドスプリングからのスタナー。勢いつけてスタナー2連打、顔面にダメージを積み重ねていきます。そしてカバーに入ったが決まらない。いやこれお互いスタミナねかなり消費してますね、はい、シングルマッチですからねこれ、休む時間ないわけですから。自身の持てる力全てをぶつけていきます。どちらが一体決勝戦に進出するのか。いやこれまたコーナーに近づけてるということは狙ってますね、その前のおアピール宣言しました。コマネチャネムーン、これが当たったら決まるでしょうね。先ほどは繰り出せなかったこのコマネチャネムーン、はい、ここで決めれば決定だ。さあ決まるか。コマネチ湯本体勢は整った。ここで勝負ありか。コマネチャネムーン、あー自爆、避けられた、避けられた。ここは自爆となりました。いやこれはきついですね。いや分からなくなりましたね。これ相当なね、一気に逆転してますねこれね。そしてヤバくね谷口がこのチャンスを逃さない。あーやばい。立ち上がらせて再びドドンスズスロン、ドドンスズスロン必殺技決めた。膝を突き立てた。必殺技決まった。いや返した。よく返しましたね。駒根地元がヤバくね谷口の必殺技ドドンスズスロンを返した。いやムーンサルト避けられて相当やばい。両者必殺技出し切ったが、この入り方は何だ、この技は何なんだ、見たことがない。叫んで頭刺さった。これは新技か。この大舞台で新技で決めた。頭刺さる叩きつけだぞこれ。ヤバくねランナーっていう情報入ってますけどね。新技ですね。すごい勢いで頭叩きつけられましたね。決勝戦進出はヤバくね谷口。ヤバくね谷口選手決勝戦進出が決定いたしました。いやムーンサルトをちょっとねかわされた時にね、はい、この技ですよね。見てください、はい、あー頭顔面からマットに叩きつけました、はい、いやこの今日の試合に向けて練習してきたんでしょうね。でしょうね、はい、秘密の。あなんかそして立ち上がったヤバくね谷口手を差し伸べます。同じ白金ジム同士。いやここは両者のこの健闘を称え合いました。同門対決です。ヤバくね谷口、駒根中本、本当に両者全てを出し切った素晴らしい試合を見せました。アクロバットで圧倒したんですけどね、駒根中本も敗れましたが笑顔でリングを後にします、うん、いやアイドルがやることじゃない、本当に高いレベルの試合を見せてくれました。ありがとうございます。この人笑ってましたからね。そうですね、はい、あの表情は一体何だったんでしょうか。なんかいつもと違ったやばい私ちょっと出ちゃってました。出ちゃってましたね。
ゾクッとしましたよね。はい、とにかくここからが私たちの時代だ。おちょっと目がいっちゃってる。やばいですね、トランス状態に入っています、はい、やばいよこの人。今日こうやって勝てたのもいつも応援してくださるファンの皆さん、そして厳しい練習を共にしてきた仲間、ディーバーお代理の存在があったからでした。うん、タグパートナーでしたからね、後楽園でね、一緒に組んでました、はい、次の決勝の相手はお代理です。おー聞いてるかお代理。お代理聞いてんのか、見てたんですかね。あー来た、来ました、姿を現しましたディーバお代理。うちらやっとここまで上がってきたね。さあ何か私たちにしかできない試合をみんなに見せてやろう。ねえお代理。おお、何も答えない。答えなかった。これはどういったメッセージなんでしょうか。笑ってる。戦いはもう始まってるんだね。これからもっともっとやばいくらい突っ走っていきますので、皆さんもやばいくらいの応援よろしくお願いします。かっこいいこの人、やばいけど。そしてリングを後にします。見事に決勝進出を決めましたヤバくれ谷口。いやでもこんな選手でしたっけ。なんかねちょっとまあ目つきがもともとねちょっと鋭いとか怖いって言われてましたけどね、なんかちょっと飛んでますね今日ね。何かこう違うステージに行ったようなそんな表情にも見えましたが、やばいんでしょう多分。はい、さあインターコンチネンタル王者決定トーナメント決勝戦はヤバくれ谷口、そしてディーバお代理というカードとなりました。シックスバトルセミファイナルスペシャル6人タッグマッチ、錦糸町道場横山ジャパン総監督が登場。戦う人妻女子高生ロングスピーチ横山、北の大地からやってきた乳牛使いモーモー川本、伝授された前回大会でパワーストーンズを苦しめながらも惜しくも敗れた錦糸町道場、しかしその戦いを見て心を動かされた一人のレスラーがいた。そのレスラーこそが特別招待選手グレゴリオ・アンナ。後楽園ホールの試合を見たアンナから連絡があって、その時に、まあ、今度は一緒に戦おうね、一緒に試合をしようねという約束をしたんです。WIP の一大勢力となった横山ジャパンがドリームチームで勝利を目指す。グレゴリオ、対するは新生高次元場同盟、ユンボ島田に代わりチームを牽引するのはエルクユアぶっ壊す恋愛体質の向こう側、不意打ち松村、そしてユンボ島田の意思を継承し成長した響けこけしの不協和音ボイス山田。高次元場同盟に秘密兵器を入れたんだ。全国の工事現場を片っ端から行っていいやつ見つけたから。リングの上では滑り知らずアンチスリップ巻き込む横山ジャパンぶっつぶす。俺が新生工事現場同盟、工事現場同盟には絶対負けへん、負けへん、勝つで、勝つで。互いに新戦力が鍵を握るタッグ戦、
勝つのはどっちだ。青コーナーより白金ジム工事現場同盟栗内松村ボイス山田アンチスリップ巻き込みの入場です。人々の心をつかむヒール軍団工事現場同盟の登場です。栗内松村ボイス山田そして新メンバーアンチスリップ巻き込み。工事現場同盟の大黒柱俺たちのスーパーヒールユンボ島田が海外 WWZ へと旅立ちました。戦力ダウンではないのか、工事現場同盟は大丈夫なのか、いろんな声を聞かれる中で全ての不安を吹き飛ばす戦いをリングの上で見せるのか。外野の奴らよ見ておけよ、弱くなったなんて言わせない、全ての答えは現場で見せる。工事現場同盟から絶対に目を離すなよ。そして栗内松村が、おっとこれ記者席、中日新聞の記者の方ですね。記事が、はい、記事が小さいんだよ。記事が小さい、おい、どうか記者ですよ、記者ですよ。あーっと、いけません、あーいけません、シャツが、シャツがこれはいけません。それ記者の方です、記者の方です。一般人に手出しちゃダメですね。あーっと破られてしまった、ビリビリだ。そしてさらに脱がされてしまう。いやちょっとこの記者ひどい体だな。いやしかし、あーっとさらにエルボー。いやまさかの記者の方裸ネクタイ。これね、やっぱ工事現場を持ち上げる記事を書かなきゃダメだったんでしょうね。記事の扱いに納得がいかなかったのか。あ、リングの中に工事現場できてますね。あっという間にリングが自分たちの現場に様変わり。しかも足元注意ってこう滑らないようなマーク入ってますね。これがアンチスリップですね。新メンバーも加えました。変わりまして赤コーナーより錦糸町道場横山ジャパン、グレゴリオアンナ、モーモー川本、ロングスピーチ横山組の入場です。錦糸町道場にとんでもない助っ人がやってきました。ロングスピーチ横山、モーモー川本、そしてグレゴリオアンナ。しかも全員負けへんサングラスかけてますね。負けへんって書いてサングラス。ド迫力の助っ人を味方に加え、果たしてロングスピーチ横山はどんな采配見せるのか、いかに勝利をつかむのか。風雲級をつける WIP のリングにあって主導権の握り合い、果たして錦糸町道場か、それとも工事現場同盟か。このリングの上、勝ちは譲らない、主導権は譲らない、主役の座は譲らない。横山ジャパン多いな、数錦糸町道場全員ですかね。さあそして今リングに6人が並び立ちました。でかっ、すごい迫力です。150キロだな。セミファイナルスペシャル6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー白金ジム工事現場同盟、リングの上では滑り知らず、アンチスリップ巻き込み。新戦力の力やいかに、アンチスリップ巻き込み。かっこいいですね、ペイント。響けこけしの不協和音、ボイス山田。そしてあとボイス山田がユンボ島田メイクで登場だ。うわーやばい、魂を受け継ぐ。うわーやばい、悔いはぶっ壊す、恋愛体質の向こう側、悔い打ち松村。そして新生工事現場同盟を束ねます、悔い打ち松村。
赤コーナー錦糸町道場横山ジャパン特別招待選手元北米王座元アルティメット世界チャンピオン元 CNLL ヘビー級チャンピオングレゴリオアンナ全くもって規格外グレゴリオアンナ強すぎだろうこの人なんすごい実績北の大地からやってきた猛牛使いモーモー川本前回大会でも激闘を見せましたモーモー川本横山ジャパン総監督戦う一妻女子高生ロングスピーチー横山采配振る総監督おお全員指さしてますねみんなで指さし心は一つロングスピーチ横山横山ジャパン総監督でありますさあ横山ジャパンと工事現場同盟の対戦しかしボイス山田がユンボ島田メイクでやってきましたいきなり人の涙腺刺激してきましたねそして横山がマイク持ちますおロングスピーチか名古屋の皆さんこんばんは湯豆腐が美味しい季節になりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は我々横山ジャパンの今年の豆腐をお話ししたいと思います豆腐ですか豆腐勘違いしないでください豆腐ではなく豆腐です豆腐と言いましても一つではなくおっとっとっと不意打ち松村が止めますごちゃごちゃうるせんだよ人妻ってどこだよそもそもなジャパンって言ってるくせにアメリカから連れてきてんじゃねえあっとあ痛いところ疲れためっちゃアメリカですからね、コッシーねビビってんのか、おめえらよそんなことよりな今日は工事現場同盟の新しいメンバーを紹介するアンチフリップマキコだー大注目ですみんなよーく覚えとけ名古屋行けんのかなんで声出てくれよこの試合工事現場同盟が絶対に勝つおー叩きつけた食い打ち松村いや早くも両者の間戦いの炎が燃え上がるさあその中で先発を買って出るのは誰になるのかお、なんだ横山ジャパンはエンジンだ横山ジャパン行くぞ一つ再び心が一つになりました団結力が大きな武器ですモーモー川本そして工事現場同盟はボイス山田ださあ決戦のゴングが打ち鳴らされましたスペシャル6人タッグマッチああミオン選手に行ってんじゃないですかああれ工事現場同盟ですからね元ね元ブラックブリー向井選手に行きますねそしてモーモー川本とボイス山田ボイス山田が押し込んでいくしかし振りほどきましたモーモー川本でも力で押していきましたね今日はボイス山田あのユンボ島田のメイクでそして力勝負ですかねえもう力強いですよいやこれはまこれまでのボイス山田の戦いぶりを見てみますとちょっと力勝負を挑むというのは無謀な戦いかあーやっぱりダメだ押し込まれます押し込まれますもうもういやボイス山田盛り返したおボイス山田が逆に押し込む力勝負でも引けを取りませんお回転してあこれ手首決まってますねいやうまく手首を取っていきましたこれ手首が裏側に決まってますね、さらに腕をひねってもうもうカーブ投げようというところ逆に投げ飛ばされる帰ってきてショルダーアタックだ
いや今日のボイス山田一味違います。なんか全然何か南野さん今までとはちょっとイメージも違いますね、はい、しかもこいつのロメロやるぞって言ってましたね。そしておおこれはもうもう川本の得意技ロメロスペシャルを逆に決めていこうというのか。起きて破りの逆ロメロスペシャルは行かせない。あー惜かった。そして逆に足を取っていきましたもうもう川本です。いや川本選手冷静にね状況判断してますね。はい、あそしてもうもう川本いきますよ。本家だ本家。ロメロスペシャルとは釣り天井とはこうやるんだと言わんばかりにボイス山田に決めていく。名古屋の夜空にしっかり決まった釣り天井。これはブーイングだな。ブー決め技いいところだったんですがカットされてしまいました。お横浜監督ブロックサインブロックサイン出しましたね。このサインはどういう意味か。あ選手交代か。あそれだけですか。選手交代のブロックサインですね。そのブロックサインだったんですね、はい、そしてがワンチスリップマキコが出てきます。グレゴリオアンナと向き合う。デビュー戦愛知県体育館でファーストコンタクトがグレゴリオアンナ、いやこれはしかしがぜん注目も集まります。いやミラノさんマキコゴールですよ。デビュー戦の選手にマキコゴール。さあいったエルボー連打エルボー連打しかし効かない。一発で返してきます。雨は死んでない。それでもロープからハンドをつけてもう一度いく。決して引かないぞ。ファイヤー逆スイヤー村板に一撃。いやでも立ってくるよ。いやそれでも立ち上がります。もう一度気合を込めた。まだ行く。もう一度バックエルボー裏剣そして首藤さらに含めの結果決して引きません。一度打った喧嘩は自ら下げることは決してない。あーコーナーに振りたいんでしょうねこれね。まだ動かないんですよね、もう一度行く。なんか150キロですよ。いや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 もう一度あー逆に投げ飛ばされてしまいました。いやミラノさんこのグレゴリオアンナのパワーもすごいですがアンスリップマヒコも目が死なない。そうですねすごい負けん気ですね。向かってくる危ない。おいなんとかかわします。すっとここは体を入れ替えていきました。しかしそれでも対角線に立ちもう一度狙っていくのかアンチスリップマキコ。ダブル2両膝突き立てた。効いてますね効いてますね。ものすごい新戦力が現れました。さあまた狙っていきますね。ロープから返ってくるところショルダーアタックルですが動かざること山田の元し自分は立ってただけだよと言わんばかりのこの表情です。あー牧子選手また向かっていこうとしてますけど松村選手も呼んでる。呼びましたね牧子選手。まだやりたそうですね。戻れよ。あーまだやりたそうだけど。いやしかしそれでも冬打ち松村がここは勝って出ます。ユンボ島田とともに工事現場同盟を支えてきました。ユンボ島田が海外へと旅立った今この工事現場同盟を支え引っ張る存在冬打ち松村。おお押せるのか。真っ向から向かっていった福部へのキック。そして冬打ちチョップまずは片手しと。しかしグレゴリオアンナの一発が重い。うわすごい冬打ちチョップ。おっと強烈なエルボーだ。いやしかしすぐさま立ち上がる。両手でいった冬打ちチョップ逆水平です。もっとだよ。もっとだともっとだと言った。あいや強烈です。それでもいく。とんでもない逆水平だ。骨まで染みた
あ、突っ込んでた。いや、しかしうまく足を取りました。なんとか倒れさせセカンドロープに移せた。そして助走をつけて上に乗っかりましたね。全体重、全体重を乗せていきます。しかも首の後ろの危ない場面ですね。これね、ロープもこう見えて非常に硬いですから、はい、あれでも大きなダメージを負わせることができます。そして腕をひねっていく。これは得意ですか。さあ、場内へのアピール、歓声を煽っておいてトップロープに登った。これ手首がね、決まってるからね、あのアンナ選手もね、連れていかれちゃうんですよね。食い打ち松村の小上渡り、そこからの食い打ちショット、強烈に見舞っていきました。お、しかしロープに投げられる、帰ってくるところ、いや、一発でものすごい破壊力です。そしてブロックサイン、また監督がサインを出しました。横山監督のブロックサイン、今度はどのような意味を持ったのか。二人がかりで行くぞ、ロープに投げていく、帰ってくるところ、足を取って転ばせた。そしてモーモー川本エルボー、さらにロングスピーチ、横山膝を見舞っていきました。そして、いや、危ない危ない危ない、グレゴリオアンナが振ってきた、カバー、もらってしまった、あー危ない、返しました、あー危ない、いや、ものすごい衝撃ですよ。いや、厳しいな。そして今度は総監督、あー、山田選手蹴りましたね。今しかしボイス山田が後ろから蹴りを見舞っていきました。今度は工事現場同盟の連携です。場外では、いや、グレゴリオアンナにはアンツリップ牧子が言っています。牧子選手強いですね。熱中にぶつけていきました。グレゴリオアンナに向かっていくというね。あ、なんかこっち来てんだ。まだやり足りないような顔を見せていました、アンツリップ牧子。そして椅子を持った、椅子を持った、悪いなこの人。アンチスリップ牧子が椅子を持ち出した。椅子でぶっ叩こうとしてるんでしょうね。いや、ちょっと待ってください。あ、でもあれ、グレゴリオアンナも椅子を持ちましたよ。なんということだ。さあ、両者どっちが打ち勝つんだ。椅子を持って打ち合った。どっちが打ち勝つんだ。まだ行くのか、まだ行くのか、2発目、どうか、両者まだ椅子を持っている。3発目、打ち勝ったのはグレゴリオアンナ。やばいやばいやばい、椅子ちょっと曲がっちゃってる。危ない、危ない、大ピンチ。すんでのところギリギリかわしました。ちょっと手しびれてるでしょうね、アンナ選手。そしてアンチスリップ牧子が椅子を持ちましたよ。おお、行くのか、狙うのか、狙うのか、グレゴリオアンナに椅子を叩きつけた。背中に強烈な一撃です。強いな牧子選手。いや、ここは場外でも激しい戦いがありました。お、回すぞって言ってるけど、なんだリングの中では杭打ち松村が回すぞ宣言。ということは、回すって、この体勢は回していくぞ、ジャイアント宣言。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、超えた、10、12、まだいく、13、14、ここまでいった、14回転、10回転回しましたね。ものすごいジャイアントスイングだ。かつてユンボ島田も得意技にしたその技を冬打ち松村、ロングスピーチ横山に14回転。これ横山監督相当頭に血が昇って厳しいですね。ちょっと今立つことすらままならないですね。はい、そのロングスピーチ横山に対して、アンチスリップ牧子が行く。立たせますよ、はい、立たせておいて襟首掴んだ。誰が横山ジャパンだよ。強烈なパンチ、これもう不良の殴り方ですよね。いや、本当ですね。あ、おい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 、連打が出ました。牧子百裂拳。いや、もう喧嘩殺法ものすごい。
戦い方の喧嘩だこれ、ね、華麗な技というよりはとにかく相手にダメージを与え続ける、そんな激しい技が続きます。アンスリップ真希子、さらに対角線のロングスピーチ横山に膝を突き立てようというところでしたが、ここはかわしました。いや監督もだいぶ捕まってますからね、返したい。かなり腹部へのダメージが大きくなっています。ロングスピーチ横山スマット、なんか強烈な一撃が腹部に入ります。この、ね、横山監督もキックボクシング準備いってますからね、はい、かかと落とした、腰のあたりに入りました。モーモー選手が呼んでますよ。そしてモーモー川本にここはタッチをつなぎたい。いや動けるかな、ダメージがそれでも大きい、なかなかこの距離が縮まらない。それでも懸命に手を伸ばす、モーモー川本にタッチをつないでいきました。おそしてモーモー川本はまずセコンドの2人を蹴散らします。さらにアンチスリップ真希子を立たせたぞ、ロープに振る、帰ってくるところ、お掴んで回してから持ち上げた、力強いですね、旋回式のサイドバスター、背中から叩きつけてそのままフォール、あーキックアウト、カウントは2で返していきます。超えた、しかしものすごいやはりパワーもありますね、モーモー川本パワーありますねやっぱり、そして狙うのか、あー得意技、入球落とし狙っていく、回していった回していった、あーでもいやしかし決まらなかった、ここは振りほどいたアンスリップ真希子、後ろを取りましたがエルボーでやられましたね、バックエルボーです、ロープから返ってくるところ、あとラリアット、ラリアットを頭突きで迎撃してますね、まだ来い、ラリアット腕に頭、もう喧嘩だなこの人、気合で乗り越えるアンチスリップ真希子、レスリングじゃなくて喧嘩だなこれ。そして間合いを取りためを作った、アンチスリップキックがかわされた、あ逆にモーモー川本のラリアット、しかもこの人倒れないですからね、ローリングだ、無理やりなぎ倒すようなラリアットです。いやでも向かっていく、向かっていった、ものすごいメンチの切り方だ、絶対元ヤンだよ。それでもモーモー川本向かってくるところ、ラリアットかわして、そして今度はパンチの連打、マキコ白熱拳再び見舞っていきました。しかしモーモー川本も返します、両者一歩も引かない、ひどい、そんな中で顔面へラックルパート、これが得意技の鉄拳ストレートですかね、いや強烈な一撃でした。いやーモーモー選手にはもう次期タッグ挑戦権利者ですからね、そうなんですよね、はい、それと渡り合って、お、そして今度はグレゴリオアンナに対して不意打ち、松村が行く、何度も何度も向かっていきます、強烈な一撃、もう一発ラリアット、さらに反動をつけてラリアット、危ねえ、危ねえ、危ねえ、DDT 頭を突き刺すわけですね。いやもう本当に一発もらってしまうとそれが致命傷になりかねません、みんな裏手に取ったら頭を吹っ飛びますよ。そして今度は内松村、何を狙いますか、パンパンパン、これダイビング戦闘の得意技でね、これだけで決めて、あーあーしかしグレゴリオアンナが立ち上がってきます、ちょっと、いやいやちょっと待ってください、ちょっとちょっと待ってください、ちょっと、おお場内見渡した、投げるぞこれ、持ち上げるのか、投げるのか、危ない危ない、あまりにも危険な技になる、さすがにこれカット、ボビス山田一人では無理か、はい、マキコ選手も呼んでます、アンチスリップマキコも呼んだ、懸命に懸命に、おい高次元馬同盟総動員で振りほどいていきました。ああそして分断しましたね、リング内は空一松村選手とアンナ選手一騎打ちですよこれ。そしてトップロープに登る杭打ち松村が、拍手が起きてる、グレゴリオアンナに狙っていくぞ、飛んだ先頭、先頭全体重を浴びせた、取るか、カウント2で返しました、ドンピシャで体重乗ってましたけどね今ね、
やさすがアンナ選手はこれ一発で仕留めれなかった。いやしかしグレゴリオアンナ追い詰めています。空打ち松村、おお、これは上げて狙うのか、空打ちドライバーか、空打ちドライバー狙うのか、あーもう上がらない、持ち上がるか、上がらない、ここはしかしさすがに持ち上がらないか、グレゴリオアンナ、いや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 、ファイヤードライバーはダメ、いや危ない、なんとか逃げましたね、足場とか出して、なんとか空打ち、あーとしかし持ち上げられた、やばい、再び担がれてしまった、でも嫌がってる、もがく、もがく、旋回式の DDT切り返した空打ち松村、いや素晴らしいですね、致命傷となる一撃をなんとかもらわないように切り返していきますね、さまざまな技を駆使します空打ち松村、あー今度こそ決めると、さあ今度こそと、意地でも持ち上げたい、やるのか、持ち上がるのか、いや逆に持ち上げられた、なんということだ、衝撃的なパイルドライバー、大丈夫、マットに大の字、空打ち松村、ついにもらってしまったこの一撃、松村、いやこれはずっとこの技もらわないように下げてきたんですが、大松村コールだ、松村松村、懸命にグレゴリオアンナも懸命に立ち上がった、まだダメージ残るか、食い打ち松村、吠えたグレゴリオアンナ、ラリアットかました、そしてアンチスリップマキックが捉えた、あレフェリーは見てない、そこにカラーコーンかぶせたぞ、なんだなんだ、そしてもう一つのカラーコーンは食い打ち松村のもったいな、プレスここは工事現場同盟力を合わせてグレゴリオアンナを打ち破る、いやーかこれ空打ち松村ここでタッチをつなぎたい、そうですね、松村選手パイルドライバー食らってますからね、山田選手行きましたよ、ボイス山田にタッチをつなぎました、まあこれまでは工事現場同盟の末っ子として戦いぶりの中ではなかなか強さという部分は見えてこなかったボイス山田なんですが、アウト、輝けられた、危ない、わー、ブレーンバスター、マジかよ、大丈夫なのか、とんでもない衝撃がリングを通して放送席まで伝わってきた、そしてグレゴリオアンナはタッチをつなぎます、監督だ、ロングスピーチ横山だ、今日はボイス山田何かが違う、気合の入っている表情はあったんですが、あ起きれない、あここはちょっと今どうでしょう、あ決めに行った、そしてボールに行く、危ない、危ないぞ、危ない、返した返した、なんとか返します、いやこれは山田コール、山田コールか、どっちなんだ、山田ロングスピーチ横山決めねえか、いやでも監督なのかやっぱり、横山スペシャルにはどうか、行かせないボイス山田、ズツキズツキ、そして背中にズツキの連打、ズツキの連打、強烈にズツキの連打見舞っていきました、いよいよ島田がいなくなって弱くなったとは言わせない、その言葉だけは聞きたくない、バタフライロックだ、これはもう頭がね、横山選手前に倒れると本当に息できなくなりますね、で両肩も決まってますね、リングの中央、がっちり決めたボイス山田、これあの山田選手が左腕の後ろであの体重を後頭部にかけてるんですね、これ息ができないんですよね、苦しいですね、ですから腕が決まり息もできない状態、あーでもロープブレイク、その中でなんとかロープブレイク、ロングスピーチ横山です、まあ、かつてオーバーザトップの1回戦ではロングスピーチ横山がボイス山田を3秒で KO ということもありました、ただ今日は負けるわけにはいかない、ここでこけし、当たった、
った。こけしを見舞った。いや頑張ってますね。そしてボイス山田がどうするんだ。おお、なんだ。今度は大きく声を上げた。リングの中にロングスピーチ横山寝かせておいて、トップロープの上、何を狙う。おお、拝んだ拝んだ。ボイス山田がトップロープの上逃がしたね。ドロップ決まった。はい、ユンボ島田の魂も乗り移る。モーモー選手カット入りましたね。なんとかモーモー川本のカットが間に合いました。いや、しかしボイス山田が今日は激闘死闘を見せています。向かっていくと、いや、モーモー川本だ。モーモー川本がここだ。監督の援護に回ってる。あーげー落とし、そこにアンチスリップ巻き込む。アンチスリップキック、顔面。そしてグレゴリオ・アンナだ。ショルダータックル。いや、ちょっと待ってください。なんだなんだ。トップロープの上、トップロープの上、いっとかグレゴリオ・アンナにいっとか。翔太強烈な一発返していきました。全員ダウンかな。いや、これはしかし立つのは誰だ。もう全員がとんでもないダメージを負っています。全員ダウンから試合権利は横山選手と山田選手。その中で果たして立ち上がるのは誰になるのか、勝利をつかむのは誰になるのか。ボイス山田立ち上がる。ロングスピーチ横山が狙っているぞ。スーパーキック受け止めた。回した。そして腕を取り丸め込みに行く。なんだ、さらに一回転押さえて、押さえて、押さえて、取って決めていった。どうか。あー、ガシ。勝利まであと一歩に迫りました。いやー、今ね、惜しかった、惜しかった、惜しかった。丸め込みましたよ。もう一歩まで迫っている。ボイス山田気合が入る。さあ行くか、決めに行くか、勝利をつかむか。あー、いやー、ソバット、反撃のソバット、一撃ロングスピーチ横山。ここで横山も負けるわけにはいきません。引くわけにはいきません。リングのど真ん中、両者の意地がぶつかり合うぞ。あー、スーパーキック、スーパーキックもらってしまった。バンジーキュースカー、返した返した返した返しました返しました返した。スーパーキック、まだ負けるわけにはいけない、まだ終わるわけにはいけない。ユンボ島田の背中を見つめ続けてきた、あの人の後をずっと追い続けてきた。だから簡単に終わるわけにはいかないんだ、簡単に負けるわけにはいかないんだ。横山スペシャルだ。そんなボイス山田の思いを打ち砕くようにロングスピーチ横山が、横山スペシャル決めた。ここで入ったスリーカウント。25分5秒25分。ロングスピーチ横山、死闘を制したのはロングスピーチ横山。いやー、すごい。ボイス山田も懸命に粘りました。横山ジャパンですね。最後勝利をつかんだのは横山ジャパン。そしてロングスピーチ横山がマイクを持ちます。これが横山ジャパンよ。完璧や、完璧やで、アナちゃん。
今日はありがとうな。また日本に来た時は一緒に戦うな。おお、なんか横山ジャパンはこれからも絶対に誰にも負けへん。さくらもメキシコで頑張ってるみたいやし、ハリウッドジュリナにも工事現場同盟にもダース・ベイダーズにも横山ジャパンは絶対負けへんからな。うわブロック戦このタイミングで、お、みんな上がってきますね。ブロック戦上がってきますね。なんだ横山ジャパンが集結。お前ら見とけよ、これが横山ジャパンや。おー、視線も揃った。指先示すその先、美味しい豆腐食べに行こうか。おー、豆腐食べに行こう。横山ジャパンが巨大勢力になりましたね。いや、一大勢力になりました横山ジャパン。心を一つに今日は勝利をつかんだ。もうもう川本の健闘も光った。そしてグレゴリオ・アンナもさすがのパワーを見せつけました。いや、ただミラノさん、はい、まあ横山ジャパンは本人横山総監督が語るように完璧な勝利を飾ったということになります。いや、でも結構追い込まれてたように見えましたけどね。勝ち名乗りを受けた3人、ただ工事現場同盟の戦いぶりも見事でした。不意打ち松村がマイクを持った。グレゴリオ・アンナは絶対私が潰す。おもう負けてない。私ら新しい工事現場同盟で天下取ったるからな。かっこいいな、菊選手決めてみせますね。おい、山田優子とあんじゃねえのかよ。島田さん、どこかで見てますか。拝見ユンボ島田様、あなたの背中はもう見えません。でも山田は変わりました。今日は負けちゃいましたが、これからのプロレスがもっともっともっと面白いんですよね。ここからボイス山田ではなくユーボ山田と言われるように強くなってやるよ。いや、頼もしい、生まれ変わりました。日本でもアメリカでもどっから来たやつ全てぶっ飛ばしてやるよ。
スリップマキコ、ボイス山田、クイーンズ松村、ウィーアー高次元バトル。次の現場はデメラだ。これが私たちの心を掴んで離さない熱血ヒール軍団、高次元馬同盟です。ミラノさん、はい、ボイス山田の思い、そうですね、本当頑張りましたよね、山田選手ね。ミラノさんの目からも熱いものがこぼれています。あの人の背中に追いつくために、あの人の背中をいつか追い越すために、ユンボ山田と呼ばれるその強さをいつかその手に掴んでやる。皆さん、お楽しみいただいたクイーンダム、いよいよ次の試合が今宵最後の戦いとなります。島田が抜けて心配していた高次元馬同盟、矢崎の中の人はちょっとやられました。きっとファイナルを戦う彼女たちもやられたと思ってるんじゃないんでしょうか。須田、おい聞いてるか須田、堪忍袋の方が切れるためにあんだ。お前な、今のセミファイナル超えられなかったらお仕置きだぞ。白馬、どどもり白馬、ジュリナ裏切ってまで、本当にお前のやりたいことは今日ここで見せてもらえるんだろうな。無様な試合見せたらシャチホコに突き刺すぞ。小宮山、シャーク頼むぞ。新しい時代の息吹、新しい時代の息吹、絶対見せろよ。少年馬だぞお前、若手頑張れ。そして WIP の絶対王者、レジェンド、ハリウッドジュリナー、このお前の地元名古屋でお前の全てを見せてみろ。会場の皆さん、テレビをご覧の皆さん、どうかありったけの熱い声援を彼女たちに届けてやってください。以上、矢崎栄一郎でした。WIP クイーンダムセブンスバトルメインイベント、中日スポーツ杯争奪タッグマッチ。最高のハッピーエンドが訪れた聖地後楽園のリング上。おお、なんだなんだ、何が起こっているんだ。どうした。うわー、シャイニングウィザード、なんということだ。試合に勝利しながらもベルトを奪われてしまったハリウッドジュリナ、そしてパートナーである白魔の裏切り。しかし、あの時は
すごく屈辱でした。リングで語り合った2人に、そして最後まで戦った錦糸町道場のみんなにも立つ瀬がない。私がこの手で絶対にベルトを取り返す。ついに登場、初の地元凱旋に燃える最強クイーン、 WIP の絶対王者、私がプロレスだ、ハリウッド・ジュリナ。私が狙うはハリウッド・ジュリナの首。来た。そしてタッグを組むのは打倒ジュリナを目指す新世代の騎士、新たな逸材、革命前夜、シャーク小宮山。オクトパス菅と道頓堀城間の2人は絶対に許せない。まずはあの2人から叩き回す。ジュリナさんはその後に改めて挑むつもりです。白金ジムと錦糸町道場の垣根を飛び越えた王者と次期挑戦者の夢のタッグが実現。対するは、このベルト預かっておいてやるよ。前回アンフェアにベルトを盗んだ反体制軍団、ダース・ベイダーズを率いる反逆の軟体女王、オクトパススター。あれが卑怯なんて言ってるようなアマちゃんじゃ私には勝てないでしょ。 WIP がもっと大きくなるためには女王の座の交代が必要でしょ。今度はジュリナを正面から叩きのめしてやる。タッグを組むのは 8.29 での不穏な動きからその動向が注目されていた、洞察したのか道頓堀城間。反旗を翻したなにわのセクシー女王、その真意は。私は正々堂々とベルトを取りに行く。トップに立つのはこのハリウッド・ジュリナだ。なんでやねん。周りが作り上げたスターの限界暴いてやるよ。中日スポーツ隊とお互いのプライドをかけた世紀の一戦が始まる。青コーナーより白金ジム、オクトパス須田、道頓堀城間組の入場です。後楽園大会から半年、数々の疑惑、疑念、憶測、噂を呼んだ前回の戦い、果たして今夜全ての答えを見せてくれるんでしょうか。東プロレスザリアル2018 WIP クイーンダムイン愛知県体育館、ファイナルバトルは半年前の因縁をたっぷり引きずって始まろうとしています。青コーナー、反逆の軟体女王オクトパス須田、そして洞察ファイター道頓堀城間です。オクトパス須田の暴挙に一体何の目的があったのか、そして獲得したばかりの WIP タッグのベルトをあっさり手放した城間の真意は一体何だったんでしょうか。さあ、その強奪したベルトを手にオクトパス須田リング内。変わりまして赤コーナーよりシャーク小宮山、ハリウッドジュリナ組の入場です。あの屈辱を晴らすことだけを考えて過ごしてきました。ダース・ベイダー軍団の暴挙によって言われなく強奪された紅白のベルト、今はそのセコンドにいるミラクル静香、ぐいぐい中西の腰にもタッグのベルトが巻かれています。しかし今夜ベルトを本来あるべき場所に戻すため、そして本来持つべきもののもとに返すために、ハリウッド・ジュリナが戦います。地元愛知での凱旋試合、本当ならばシングルとタッグ2本のベルトを腰に巻いてメインイベントのリングに登場するはずでした。全てを台無しにされたオクトパス須田、そして道頓堀城間にきっちりと落とし前をつけるため、パートナーに指名したのは錦糸町道場の次期エース、シャーク小宮山。さあ、果たしてこの半年間のモヤモヤした気持ちを
払拭してくれるんでしょうか。いよいよこの愛知県対最後の試合まもなく始まります。試合に先立ちまして中日スポーツ杯争奪タグマッチセレモニーを行います。この試合の勝者には主催であります中日スポーツ末丸秀幸総局長よりカップが贈呈されます。中日スポーツ杯争奪タッグマッチその勝者に贈られるカップが今リング中央で紹介されています。続きまして記念撮影を行います。両チーム中央へお願いいたします。ありがとうございました。本日のメインイベント中日スポーツ杯争奪タグマッチ60分一本勝負を行います。さあいよいよ始まります。白金ジム納札したのか道頓堀シロナ。果たしてこのままダース・ベイダー軍団入りを果たすんでしょうか。道頓堀シロマ白金ジムダース・ベイダー反逆の軟体女王オクトパスセーダー8.29 後楽園で強奪したそのベルトをこれ見逃しに本来の持ち主であるハリウッドジュリアの目の前に晒しました。オクトパス須田赤コーナー錦糸町道場次期 WIP タッグ選手権挑戦者新たな逸材革命前夜シャークコミ今夜のこの戦いのためにハリウッドジュリナが指名したのはなんと錦糸町道場の次期エースシャーク小宮山でした。白金ジム WIP の絶対王者私がプロレスだ WIP チャンピオンハリウッドジュリナ。果たして今夜この半年間の気持ちに終止符を打てるんでしょうか。ハリウッドジュリナ地元凱旋試合このメインイベントでしっかりと決着をつけることができるのか。さあミラノさんこの半年間いろいろな思いが交錯したと思いますけれどもついにその答えが今夜見られそうですね。そうですね、ハリウッドジュリナ選手は、リング上でですね須田選手を倒してベルトを奪い返したいでしょうしね、はい、もう盗んだものだから別にもう勝手にこう持ってきてもいいんですけど、はい、あえてしっかりリング上勝ってやりたいでしょうからね。そうですね、はい、さあこの戦いには中日スポーツ杯ということで勝利者にもういきなり2人贈呈されますがさあこの愛知県対最後の試合どんな戦いになるんでしょうか。いや始まった運命のゴングです。さあさあどっちだコールはジュリナかスーダーかスーダージュリナさあジュリナかスーダーかジュリナスーダーロックアップ組んだ。さあどっちが押す。お互いに一歩も引かない負けていない。譲らない低い位置からそう一回切っていきました。
さあまずはファーストコンタクトは互角と言っていいでしょう。ベルトは返してもらうよ。やれるもんならやってみろよ。ベルトは返してもらおう、やれるもんならやってみろよ、まあ、まさに売る言葉に買い言葉。来いよ。おお、挑発します。オクトパス菅が挑発する。それに乗ったハリウッド人だ。お前も来いよ。逆に受けて立つ。わさあもう序盤から意地の張り合いだ。お互い一歩も引かない。ここで引いたら女が廃るか。いやまだ行く、まだ続くのか。いやここで変化、変化が生まれました。おさあ腕を取って、おいきなりか、いきなりか。腕が伸びきれば、腕が伸びきればいく。得意のオクトパスホールドに持っていきたいが、ここは耐えました。バックを取る。この体勢。急にフィニッシュか。おっと、なんだ。フローイングジリナ避けた。しかもあのブリッジでかわしていきました。おお、ここで一回変わる。わあ、そしてわあ、ノーサツの女王です。道頓堀城間、しかしここはね、ジュリナとしても、まあ、ただの対戦相手という気持ちでは戦えませんよね。いやもう裏切られてますからね、はい、しかもそれによってあのせっかく取った WIP のタッグのベルト返上になってますから、ね、返上してます。はい、まあ、私が行く。お、まあ、その気持ちとしてはもう全て自分で決着をつけたいところでしょうが、一回落ち着かせたいんでしょうね、ジュリナ選手をね、はい。まあ、そして、まあ、信じられないことなんですが、そのジュリナからの要請を受けたのがなんと錦糸町道場。そうなんですね、富山なんですよね。おお、組まない。おお、あ、この辺のじらし方さすがです。男心どころか女心もじらしていこうという城間ですが、まあ好きだらけですね、はい、その辺には乗ってくれません。いやシャーク富山怒った。おお、さあボディへのキック。さあ城間が振る。さあロープの反動を利用する。うまく避けた。さらにラリアットも避けて、おお早い、見失った。おっとドロップキックをかわされました。城間選手かわしましたね、そしてヒップ、ヒップを落としていきました。ヒッププレス、いい守備だ。ああ、やっぱりお尻アピールだ。はい、マシリー。おっと、その武器であるヒップめがけて小宮山も2位をぶち込んでいきます。まあ、いわゆるお仕置き的な感じですね、これは。そうですね、お尻割れてますね。はい、さあそしてお飛びついて、飛びついてフライングヘッドシザース、見事。いや、あの 8.29 後楽園の時にデビューを飾ったとは思えないですよね。おっと、ここでなあ、ダンスベイダーズだよ。ダンスベイダーズが、うわ、セコンド介入です。いや、この辺、この辺がダンスベイダーズ。どういうのよ、これも、まあ、人一倍正義感の強いこのシャーク小宮山、まあ、こういった戦いってのは本当に許せないと思うんですけれどもね。そうですね、本当に真面目な選手ですからね、はい、さあしかしその辺をまた精神的にも逆なでするような、そんな青コーナーダース・ベイダーズの攻撃。お、首4の字、首4の字、お、裏に返して、あ、うわ、ヘッドスパンキングだ。3、4、5、6、7、8、9。だから8回つったんだろ。あ、過去の足は8本だ。数打ちゃいいってことじゃないですね。さあ片味方にそのまま入った。あ、そしてセコンドで待つジュリナをエルボーで払っておいて、あとは後ろも呼びます。まだタッチはしてないですね。そうですね、はい、権利は須田選手、権利は須田があります。さあそして足を取る、そのまま白間ロープに飛んでヒッププレス。あ、足が固まってる。さあリバースのインディアンデスロック。これ須田選手が受け身を取ると足が余計に締まるんですね。これダンという衝撃とともに、はい、足が決まりますですよね、はい、右膝痛いですね。さあリバースのインディアンデスロックからさらにブリッジを使って鎌固めに入ります。
これ後ろに体重かけてる分足も決まってますし、喉にも腕で締めてますからね。非常に高度なこの関節技になります。あーでもギブアップしない、ギブアップしないから外しましたね。はい、まあ、まだ権利は菅にありますが、ここで正式にスイッチしました。いやしかしいちいちリングインもセクシーですね、白馬は。あそこ見てましたか。はい、さあ今度はその小宮山の足を取って足音の仕方ね。いやしかも腰を突き上げていく。これね、上げるとテコの原理でね、余計この右膝が逆に曲がるようになるんですね、膝関節がね。はい、あー痛い。これただこれ裏返せばね、白馬選手が痛くなるので、はい、あーそうですね、はい、今裏返そうとしてましたね、はい、いやしかしそれを許さない道頓堀白馬、グイグイと腰を突き上げていく。あーいいですね、小宮山の足、はい、外したい外したい。あ左あーダメだ、外れない、痛みに耐えるシャーク小宮山。いや厳しい。いやしかし意地でもギブアップはできません。シャーク、シャーク、シャーク小宮山コールか。おっと裏返した、裏返した。今度は白馬が痛い、白馬選手痛いですね、白馬が痛い。いや今度は白馬がエスペックを狙います。あーこれ両エスケープだ。はい、すぐ足、これね、よく絡まって外れないんですけど、はい、しっかり外してあげてください、レフリー。はい、いやー、しかし、この足音の字の攻防、目まぐるしい攻防でしたが、先に押しかけていくのは道頓堀白馬。さあ、リストを取って、対角線振っていきます。ニュートラルコーナーにぶつけておいて、おっと、またへこし出す、かかと落としていった。ターゲットロックオン。おー、蹴って後ろ振ったんだ。ジョン・ウーっていうね、後ろに突き飛ばすキックですね。はい、真後ろに衝撃を受けてしまいました道頓堀白馬。あーハリウッド来た。そしてジュリナ来た、ジュリナが来た。今度は先ほどの仕返しだ。そしてジュリナが道頓堀白馬捕らえる。ニュートラルコーナーに振ってエルボー、強烈。そしてフェイスクラッシャー、顔面を叩きつけていきました、ハリウッドジュリナ。いや今までね溜まってたね、はい、フラストレーション一気に爆発させるでしょうね。そうですね、半年間本当にこの試合を、この時を待っていました、ハリウッドジュリナ。相手誘った、須田を呼んだ、誘って倒してうまく足をかけて倒しました。そしてお白馬の上に乗せて2人の左足を同時に取ってステップオーバーした。2人まとめて、2人まとめて肩逆襟が耐え、いやしかしこれかけられてる2人が、あこれ違う方向に行こうとしてるんですね。違う方向のロープに行こうと、仲悪いな、これ息が合ってない。いやいや白馬は右に逃げたい、そして須田は左に逃げたい。おっとここでようやく意見が一致したようです。なんとか2人の力を合わせてロープに手が届きました。やっぱりこれ急増チームな感が否めないですね。いやただジュリナもなんかこう2人への思いというのを今のまとめて肩逆エビ固め、一つの技で何か気持ちを表現しましたよね。はい、おーこのポジションは、さあ飛ぶか飛ぶか、フライングジュリナ見舞っていくのか、フライングジュリナ来た。おっとここは白馬もさすがに元パートナー呼んでいます。ヒップアタック、ヒップアタック。さあ一応確認してもう一度いくか、あヒップアタック、ヒップアタックに入れる。でももう一本いくか、いや、リング中央で膝突き立てた、アトミックドロップにしました。この辺もまたジュリナも元パートナー、白馬の攻撃パターン熟知しています。さあ今度は赤コーナーが分断、そして2プラトンでいく、勢いを受けて、さあお、そして2人で何を狙っていくか、ジャンピングフェイスクラッシャー2プラトン。こっちは行き合ってますね、はい、なんとしてもベルトを取り返したい、さあ今度はシャー小宮山何を狙う、飛びついた、おっと、あ抑えたが、ああそのままクリスト、あ十字架固め、十字架固めに入った、首と腕と肩決めています、十字架固め。あエスケープですね、ミラノさん、フライングヘッドシザースを止められたその流れで、はい、次のクリストに移行していったんですね、小宮山は、はい、腕固めに行きましたね、はい、白馬選手が踏ん張って止めましたからね。
抜群のセンスですね、はい、あお、このポーズ何か、ね、ジュリナの何かポーズを引き継ぐような、はい、何を狙うんだこれは。お、得意技、逆レインメーカー式のスリングブレード、スリングブレードいくか。おっと、避けた避けた、目標失った。お、下から小手突き上げる。あ、しかしすぐに反撃です。お、キックを取って、なんでやねん、ドラゴンスクリュー。あー、ちょっとキック攻撃浅かったですね。なんでやねんからのドラゴンスクリューですね。これ膝痛いですね、はい、膝をねじられたような、膝の靭帯にダメージが。さあ、そのままコードブレイカー、両足を顎に突き立てます。しかし、ひるまない、膝蹴りですね、いわゆる V トリガー。お互いに膝を相手の顔面にぶち込んでいきました。さあ、そして赤コーナー、青コーナー、ともにパートナーにスイッチ、ドラスピア、槍のようにジュリナの肩が突き刺さった。あ、この体操アイスブレイクだ、膝を突き立てる技、膝が、膝が当たらない、当たらない。いや、そしてエクソシストか、膝が当たらなかった、ブリッジしたから。さすがに軟体の反逆の軟体上、ああ、そこで読んだ、すかした後ろから攻め、ハイキック、後頭部へ膝が入っています。回すぞ、お、回すぞ。おお、スイングしてそのまま DDT 持っていった、強引に行きましたね、ちょっと体勢崩れましたけど、強引に突き刺した、片手固め。おっと、ここ小宮山がカットに入ります。崩れた分ね、逆に変にね、頭刺さったような感じしましたね、ジュリナ選手。うわー、後頭部を抑えています、ハリウッドジュリナ。お、しかし、お、時間差ロープワークからスリングブレード、スリングブレード、ここで白馬が入ってくる、また小手突き上げる。さあ、フロントネックロックから、この形はフィッシャーマン、スープレックス。シロマン選手強いな、あの体勢からフィッシャーマンスープレックスを決めていきました。ただのセクシーだけじゃないですよ。あっと、逆にここでまたベイトリガーだ、膝、うわ、全員死力を尽くしてますね、はい、試合権利はジュリナ選手と須田選手ですね、はい。さあ、ここでジュリーナ、リング内始まったのはジュリーナだ、ジュリーナ、須田か、須田、どちら。さあ、今夜地元、この名古屋で決着をつけたいハリウッド人、おおっと、おゾンビか。そして、倒れない、倒れない。おっと、ここで、いや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 、戻ってきた、蹴り返ってきた、いや、しかし、おー、ラリアットはフローイングジュリナ。さあ、フローイングジュリナ、そして、あ、さあ、フィニッシュホールドですよ。岡田和親から直々に伝授されたこのレインメーカー式、レインメーカー、フローイングジュリナ。さあ、これは決まっただろう、どうだ、やー、レフリー小日向、ミラクル、ミラクル、ミラクル、いや、今完全に決まった。お、お、なん、なん、リングライ誰、リングライ誰ですか、え、え、え、この腕って、え、この腕、ちょっと試合と全く関係ない人間が今リングライに入ってきてる、腕し、ん、え、誰、おお、え、どういうことだ、お、気にかけた須田選手に、そして倒れている須田に寝返った、え、ほら、おだいよ、おーと、あー、これ決勝で決めるパートナー、これインターポンチの決勝を戦う予定になっているこの2人なんですが、逃げた逃げた逃げる、え、ほら、おだい、どうなってるんですか今、いや、いや、でもおだいりが寝返ったってことですね、ディーバおだえりが願いって、これダース考えがあるって言ってましたね、今日そういうの、マイクパフォーマンス言ってましたけど、さあ、その間に、ああ、ジュリナが捕らえられて、捕らえられて、なんとフットスタンプ、さあ、さらにカットに入っていく小宮山を引っ張ったキャッチ、バッ
ックで捉えてスリングブレード逆レイン前か式のスリングブレードで捉えました。いやしかし須田が狙っている、須田が狙っている、シャイニングウィザード、膝が入りました、シャイニングウィザード、須田が来た、いやそしてロックオン、ロックオンだ、ロックオンだ、ジュリナがロックオンされている、おっと捉えた、捉えた、いやアイスブレイクか、これは腰に決まった、さあここで決着をつけるのか、両手つないでる、そう両手つないで何を持ってくる、膝だ、膝だ、これ新しい技、神の J ってことですね、神の J、 神の J に入った、おお返した、カウント2、神の J 返した、両手を掴んで逃げ場をなくした上でのこの膝蹴り、しかし、ああ中西、あと、さあここでリング内いよいよ決着がつくのか、これが来た、さあこれ後楽園のフィニッシュホールドになりました、ハリウッド式ディスティーナー、おあっと落とした、許さない、許しません、オクトパス許しません、さあそして背中、うわ後ろからシャイニングウィザード後頭部に膝がぶち込まれてしまった、どちらが先に立ち上がるか、どちらが今夜の勝利を手にするのか、シャイニングウィザード2連発、カバーに入った、スリー、勝ったのは須田、15分36秒、勝者オクトパス須田、ハリウッドジュリナ敗れた、うわなんという結末でしょう。うお、マジか。場内もこの結末にちょっと受け入れがたい空気が漂ってませんか。そうですね。いやね、地元名古屋の凱旋試合ということで、まあ、本来ならばそのシングルとタッグ2本のベルトを巻いて登場するはずのそのジュリナを全く逆の立場でこのメインイベントに上がらせる立場になりましたダース・ベイダーズですが、お客さん呆然としてますか ね、 ねえ、結局そのジュリナの雪辱を晴らすどころか返り討ちに合わせてしまったということで、それではここで見事勝利を収めましたオクトパス須田、道頓堀白番組に中日スポーツ杯贈呈式を行います。さあ勝者プレゼンターは中日スポーツ末浪秀幸総局長でございます。そして新パートナー道頓堀白間に勝利者賞中日スポーツ杯が贈られます。両選手へ中日スポーツ杯のカップが授与されました。今一度盛大な拍手をお送りください。いやただ盛大な拍手と言われてもちょっと送りにくい雰囲気もありますよね。まあでも完全にスリーカウント入りましたからね。ただねちょっとあのセコンドの介入もあったりして、まあ、その辺はいわゆる正々堂々という戦いとはまたちょっと違ったかなという気もするんですが、まだ立てませんハリウッドジュリナ。ジュリナを裏切ったのはジュリナに奪いに行くためよ。次は私がジュリナから直接奪い取ったるからな。お今のよ弱いジュリナに奪い取っても意味ないわ。
ジュリナは私以外には負けたらあかん。もっともっともっと強くなりや。じゃなきゃジュリナから奪いがいないからな。完全に上から目線ですね。という、あ、先に帰りますね。裏切りの真意だったということなんですか。さあ、そして須田にマイクが渡りました。矢崎社長、そしてマスコミの皆さん、今回ジュリナの地元凱旋って言ってましたけど、私も愛知県出身なんだ。なあ、今日の一番の主役が誰かわかるか。ジュリナじゃねえ、私でもない。今日の一番の主役はファンの皆さんなんだよ。なあ、主役の皆さん、今日どうせジュリナが勝つと思ってたんだろ。なあ、須田が負けると思ってたんだろ。そんなことないよじゃねえよ。なあ、期待に 100% 応えるのも悪くねえと思う。でも 100% 裏切られるのも楽しかっただろ。今日、ダース・ベイダーズにディーバお代理が入った。プロレスを楽しみたいと思ってるやつら、お前ら黙って私の手のひらの上で転がってろ。よろしい。なあジュリナ、私がどうしてベルト盗んだかわかるか。ベルトが欲しかったんじゃねえ。こうでもしねえとお前との試合が組まれねえからだよな、矢崎。でももうこのベルトは必要ねえかな。もう返してやるよ。お、今日私はハリウッドジュリナに勝った。これでやっと私が強いって分かっただろう。このまま引き下がんじゃねえぞ。次の挑戦者は私しかいねえんだよな。そこで WIP の景色ガラッと変えてみせるよ。美人でチヤホヤされてるやつはただの偽物だ。本物は私が証明してやるよ。これからも心臓がバックバックする試合私が見せてやっから、ダース・ベイダーズから目そらすんじゃねえぞ。
いや、おタッグのベルトも投げ捨てるように戻しました。そして現在空位になっているこの白いベルトは返還されます。しかしミラノさん、はい、まあ、結果的には3カウントを奪われたジュリナ、今ねベルトは戻ってはきましたけれども、また心中複雑ですね。そうですね、まあ、ジュリナ選手は何を考えているかですね。一番悔しいのは多分ジュリナ選手ですからね、はい。まあ、そしてですね、ビーバーお代理のダース・ベイダーズ入り、まあ、さらにはシロマ、そして須田の次々とその次期挑戦者への名乗り上げ、はい、いやまたこれこの後の戦い注目ですね。そうですね、お代理選手裏切ったことでね、決勝の相手は谷口選手ですよね、はい。地元凱旋での試合負けてしまってごめんなさい。仕方で本当に満足してんのか。私はあいつらが実力だけで戦わなかったこと、絶対今度はこのリング上で後悔させてやる。私ももう負けません。もっともっと強くなってあなたの前に立つ。私があなたの全てを飲み込みます。私が狙うはハリウッドジュリナの首。シャーグ、お前の気持ちはよく分かった。そしてヤバくね谷口、次のトーナメント決勝は絶対優勝してベルトを取ってこい。いいな。皆さん、今日はこのような結果になってしまいましたが、負けから始まる人生も私はあると思います。だから私ハリウッドジュリナはこれからもっと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 最高になってみせます。だからこれからもハリウッドジュリナを、そして WIP をよろしくお願いします。
とうございます。負けてしまった私のことをこうやって愛してくださる皆さんも、でもその中にも負けてしまった私のことが嫌いな方もいるかもしれません。でも今日は最後にみんなで私の大好きな言葉を叫んでもらいたいと思います。いいですか？それではいきますよ。愛知県体育館にお越しの皆さん、そしていつも WIP を応援してくださっている皆さん、愛してます。最後にこのリングに一人残って深々と頭を下げましたハリウッドジュリナ。皆さんもちろん勝ってこの瞬間を迎えたかった、その残念で辛い気持ちというのが、まあ、偽らざる心境でしょうね。そうですね、まあ、タラレバは言いたくないですけどね、はい、ブローイングジュリナを2発決めて、今主砲に深々と頭を下げましたハリウッドジュリナ。レフェリーの、ね、足引っ張りとか、はい、オダユリ選手の乱入とかね、そういうのが、はい、まあ、なければまた違ったのかなとも思いますけど ね、まあ、でもタラレバになっちゃいますけどね、はい、まあ、元々のその持ち主であるハリウッドジュリナの元にですね、あのシングルの紅のベルトは戻ってきたわけですが、ただまあ先ほどのダース・ベイダーズオクトパス・スダン、あるいはドートンボリ・シロマのそのジュリナを狙うという発言もありましたし、そしてディーバ・オダエリの、まあ、裏切りといいますかね、はい、それもどういうそのシーンがあってのことなのか、まだちょっとね、わからないですね、今日のコールだけじゃ、はい、まあ、でもとにかく今日 WIP インターコンチネンタルのトーナメントですね、はい、決勝、小田入選手とタイム選手決まって、はい、でまあ、その2人は、同じタッグパートナー同士の試合でしたけども、まあ、こういう形になったそうですね、ということで、まあ、そっちもね、いいコーンは生まれますし、さあ、ここで本日の試合の興奮をまた再びご覧になりたい方にお知らせです。明日2月24日ですね、土曜日21時からスカパーのスカちゃんにてペーパービュー放送されます。詳しくはスカパー公式サイトをご覧ください。さあ、それでは今インタビューの準備が整い次第ですね、あ、そうですね、それではまた次回にご期待ください。メインイベントを戦いましたハリウッドジュリナ選手です。まずはお疲れ様でした。ありがとうございました。初の地元凱旋の試合だったと思います。その中で悔しい結果もありました。今の気持ち聞かせてください。そうですね、本当に地元凱旋でこうして負けてしまったことは本当に申し訳ないなという気持ちがあるんですけど、本当にそれでもこうしてジュリナコールをたくさんくださったファンの皆様に今は感謝の気持ちでいっぱいですし、ファンの皆さんには一つ聞きたいんですが、負けてしまいましたが今日のハリウッドジュリナは輝いていましたかと聞きたいです。悔しい結果にはなりましたが、ただ自分の腰にそのベルトは戻ってきました。その点についてはいかがですか？このような結果になって戻ってきたというのは
少し納得いかないなという気持ちもありますが、やっぱりベルトは正直なので、このベルトはきっとハリウッドジュリナがお気に入りなんじゃないかなと思います。今日その中でオクトパス須田選手に3カウントをもらった、また最後のマイクパフォーマンスの中でも大観衆に向かって私はハリウッドジュリナに勝ったと叫ばれました。その時の心境はいかがでしたか？やはり実力だけで向かってこなかったオクトパス、オクトパスに対して本当にこのような形で勝って満足してるのか本当に聞きたい。でも会場を一つにまとめてたそんな姿を見て、やはり悔しいという気持ちと、次こそは絶対にこのベルトを守ると決心しました。ありがとうございました。次の戦いも期待しています。はい、ハリウッドジュリナ選手でした。ありがとうございました。次こそ誰が来ようと私は絶対負けません。このベルトを守るためにもさらにパワーアップして体を万全な状態にしてまたリングに戻っていきたいと思います。皆さん、これからの WIP から目を離さないでください。今日は本当にありがとうございました。ハリウッドジュリナ選手のインタビューをお聞きいただきました。はい、まあ、本当にね、本人の口からもこんな結果になって非常に残念だというコメントは出ていましたが、ただ本当にあの1対1でまたね、須田に敗れたわけでもないという思いも強いみたいですね。まあ、そうですね、本当にこう何にもセコンドも介入しない正々堂々との勝負なら私は負けないってね、そういう自信はすごい伝わりますよね。そうですよね。はい、まあ、この後の戦い、もちろん須田もそして白間もその対戦表明してましたし、はい、さらにはこのインターコンチのベルトも新設されました。うん、さらにはタッグもですね、今クイになっているということで、この WIP のベルトをめぐる戦いというのはこれからますますなんか混沌としてきそうですね。そうですね、今まであのやっぱりこう WIP って、はい、ハリウッドジュリナ選手が一人飛び抜けてた一強時代だったんですけども、うん、本当にそれがね、こうよく分からなくなってきて、いろんな選手がガンガン上がってきて、はい、厚みがすごい増してきましたね。そうですよね。はい、まあ、さらにこの軍団構想もですね、ますます工事現場同盟を含め力をつけてきましたし、本当に楽しみになってきましたね、これから先も。そうですね、本当にこう幅が広がったというかですね、はい、まあ、あのジュリナ選手は悔しいでしょうけども、まあ、負けたことによって今後どうなるんだろうっていうね、はい、それがもう期待されますね。はい、もう皆さんもぜひこの後の WIP の戦いを楽しみに、そして目を離さないでいただきたいと思います。放送時間あとわずかになってきました。今夜の試合もミラノさんの解説でお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またこの次の戦い皆さん楽しみにしていてください。